一つ目、川崎トンネル女性事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ聞いてよ。どうしたんだ。昨日地元で少し有名なトンネルで変質者が出たみたいなの。なんで有名なんだ。人通りが少なくて少し気味が悪いのよ。なるほどな。トンネルってただでさえ暗くて少し不気味だもんな。そうそう。でも大きな事件にならなくてよかったぜ。実は今霊夢が話したのと同じような話で、トンネルで大きな事件になったこともあるんだ。この事件は2006年の9月23日の深夜0時頃に、神奈川県川崎市宮前区のトンネル内で起こった殺人事件だぜ。被害者はこのトンネルの近くに住んでいて、パティシエになるために、食品工場でアルバイトをしながら専門学校に通っていた黒沼ゆりさんだぜ。事件当時はまだ27歳という若さだったんだ。27歳ってまだまだ人生を楽しめる年よね。それなのに殺されてしまうなんて。そうだな。黒沼さんはアルバイトが終わって家に帰ってる途中に、家の近くにある梶ヶ谷トンネルを通ってたんだ。本当なら、アルバイトが終わったらトンネルを通って、家に帰るっていういつもと変わらない日になるはずだったのね。そうだぜ。だけどその日は違って、何者かに右胸とお腹を刺されてしまったんだ。その後通行人の110番通報によって病院に運ばれたものの、約2時間後に亡くなってしまったんだぜ。2箇所も刺すなんて、ちょっと待ってマリサ、何者かってどういうこと？犯人はもうわかってるのよね。もちろん、今はわかってるぜ。今はって、この事件は神奈川県警がかなり懸命に捜査していたんだけど、11年もの間未解決事件だったんだ。それで、11年の時を経て、当時39歳の鈴木陽一が殺害の容疑で逮捕されたぜ。そういうことだったのね。だけどそうなると気になってくるのは、11年もの間犯人を捕まえることができなかったのに、なんで急に捕まえることができたのかってことなのよね。まあ、そこは気になるよな。じゃあ未解決事件で終わると思われた事件の犯人がなんでわかったのか、その理由を説明するぜ。事件が起こってから約10年後の2016年の1月に、神奈川県警にある一通のハガキが届いたんだぜ。そしてこのハガキによって、未解決のまま捜査が進んでなかった事件が解決につながるんだぜ。ハガキ1枚で解決につながるなんてすごいわね。どんなハガキなの？黒沼さんの事件について話したいって内容が書いてあるものだったぜ。しかも、そのハガキの差出人がまた驚きの人物だったんだぜ。事件現場を見ていた人とかかしら。その差出人って誰だったの？この事件の犯人として捕まった鈴木本人だぜ。この時鈴木は他の事件で黒羽刑務所で服役中だったから、そこからハガキを送ってきてたんだぜ。自首をしたってことになるのね。なんで自首をしたのかも気になるところだけど、他の事件で捕まってたってどういうこと？鈴木は、黒沼さんを殺害した時から約半年後の2007年4月5日に、通り魔事件を起こしてたんだぜ。被害者は黒沼さんだけじゃなかったのね。そうだぜ。黒沼さんの時と同じ梶ヶ谷トンネル近くの路上で、当時40代だった女性に対して背中と腰の2箇所を刺して、重傷を負わせてるんだぜ。ひどいわね。その女性は、亡くなってはいないの。命は大丈夫だったぜ。だけど心身ともに深い傷を負っていることには変わりないし、その事件で鈴木は、殺人未遂罪に問われて懲役10年の判決が確定してたんだ。それで服役中だったってわけね。じゃあ、なんで急に神奈川県警にハガキを送ったの？送られてきたハガキには、話がしたいこととは別に、脳梗塞を患ったことで悔い改めたい気持ちになったから、殺人未遂事件の時に取り調べを担当していた刑事と話がしたい。って事件の全貌が書いてあったんだ。自分が病気になったからって、急に10年も前の事件のことを悔い改めたいって思うのかしら。そもそも、なんで鈴木は黒沼さんを殺したの？鈴木が黒沼さんを殺害した犯行動機は、聞くに耐えないほどのサイコパスなものだったぜ。鈴木の中で、犯行に及んだ動機は2つあったんだ。まず最初に挙げられた動機は、女性を刺したいという願望だぜ。何その願望、意味わからないわ。そりゃそうだよな。鈴木は幼い頃に女性から虐待を受けていて、それで、女性に対しての不信感がすごかったみたいなんだぜ。虐待はもちろん悪いことだけど、それだからって刺してしまったら、その人よりも悪いことをしてるし、同じような人間になっちゃうじゃない。ただ、鈴木が女性を刺したいって思ったのは、虐待を受けていたからってだけじゃなかったんだぜ。え、他にもあるの？そう、鈴木は好みの女性が死ぬ間際に見せる苦悶の表情が見たい。って思ってたんだぜ。最低だわ。もともと鈴木は、女性の苦しむ表情とか普段と異なる顔を見るのが好きだったんだ。
それで2002年頃から、売春宿で性行為をしている最中に、相手の首を絞めて失神させた上で、その売上金を盗むってことを繰り返してたみたいだぜ。余罪ありまくりじゃないの。ストレスがあった時はこうやって、性行為で性的満足を得た後に、相手を失神させる時の苦しむ表情を見て、ストレスを発散するようにしてたんだ。そんなストレスの発散方法は異常だわ。だけど、黒沼さんの時と、もう一人の被害者の時は、なんで刺すまでに至ってしまったの？それこそが、犯行動機の二つ目として挙げられてるぜ。霊夢、切り裂きジャックって名前を聞いたことはあるか？1888年にイギリスのロンドンで、中年の売春婦ばかりを狙って、5人もの尊い命を奪ったのに、未だに捕まってない連続殺人犯でしょ。もちろん知ってるけど、それがどうかしたの？鈴木は、テレビでたまたま切り裂きジャックを、紹介する番組を見て憧れを抱いたんだ。それを真似たってことが、二つ目の犯行動機だぜ。それで、異常なストレス発散方法が、通り魔殺人にエスカレートしたってこと。そんなことを考える人間がいるのね。本当にびっくりなことだけど、死ぬ時の苦しむ顔はストレスを発散する方法の最上級のものだから、切り裂きジャックのように女性を刺して苦しむ顔が見たい、って思うようになったみたいだぜ。まあ実質犯行動機は一つで、女性の苦しむ表情が見たいってだけだな。そんな醜い願望で未来を奪われるなんて、黒沼さんのご両親の気持ちは測りきれるものじゃないわね。ところで、鈴木は前から黒沼さんのことを狙っていたの？前から狙ってたわけではないぜ。鈴木は、黒沼さんを殺害する3ヶ月前の2006年6月頃から、包丁を持ちながら車やバイクで川崎市内を徘徊してたんだぜ。それって、自分好みの女性を探してたってこと？そういうことだな。徘徊しながら一人で歩いてる女性を見つけたら先回りして、包丁を持った状態で歩いて近づくっていうことを、繰り返してたんだ。その女性が好みじゃなかったってことはなかったの？あったみたいだぜ。ただ好みじゃなかったとしても、座視はしないものの、胸やお尻を触って逃走して、女性の怯えた顔を見ることでストレス発散をしてたんだぜ。そんなことされたら、誰だって怖いに決まってるじゃない。それに、好みの女性を見つけて誘うとしたけど、家に入られてしまったり、他に人がいたり、失敗に終わったことが何度もあったらしいぜ。じゃあもしかしたら、何人もの女性が命を奪われていたかもしれなかったってことね。そうだぜ。だけど9月23日は、失敗に終わらなかったんだ。黒沼さんの命が奪われた日ね。その日、鈴木は川崎市内を車で走ってた時に、梶ヶ谷トンネルの近くで一人で歩く黒沼さんを見つけたんだ。トンネルの反対側に先回りして車を止めて、包丁を手にトンネルの中に歩いていったぜ。黒沼さんは、鈴木が歩いてきていることに、気づいてなかったの？運悪く携帯を操作しながらだったから、気づいてなかったんだ。そうなのね。トンネルの中を歩いている時、鈴木は黒沼さんの困惑した表情と苦悶の表情を見たいと思って、そのままお腹に包丁を刺したぜ。でも傷は胸にもあったのよね。そう、お腹に刺した弾みで黒沼さんは仰向けに倒れたから、鈴木はそのまま逃げようとしたんだ。だけど、包丁に指紋がついているからそれで捕まると思って、刺さっている包丁を取るためにまた黒沼さんに近づいたぜ。また何かされると思って怖かったでしょうね。そうだと思うぜ。実際黒沼さんは、また近づいてきた鈴木に抗おうとして、足をバタつかせた時に、鈴木の股間に当たってしまったんだ。え、もしかして胸を刺したのはそれが原因なの？ありえないけどそうなんだぜ。鈴木は股間を蹴られたことに腹が立って、お腹に刺さっていた包丁を力ずくで、無理やり引っこ抜いた後に胸に突き刺したんだ。ひどすぎるわ。それから鈴木はすぐに車で家に帰って、黒沼さんを刺した包丁を台所で洗って、鈴木しか使わない引き出しの奥に隠したんだ。それと、ありえないことはその後にもあるんだぜ。何があったの？朝方テレビを見ていた鈴木は、自分の起こした事件が報道されていたことを知るんだ。そこで、この事件は俺がやった。この事件の犯人を自分しか知らない気持ちと苦悶に歪んだ顔を忘れないって、ガッツポーズをしたんだぜ。何それ？しかも鈴木には犯行に及ぶ前から、実家に帰省していた奥さんと二人の子供がいて、その家族を迎えに行くことでいつもの日常に戻ってるんだぜ。奥さんだけじゃなくて子供までいるのに、自分の醜い気持ちを抑えられなかったのね。子供の将来のことに関しても、何にも考えていなかったのかしら。考えていたらこんなことにはなってないだろうぜ。それに、被害者は黒沼さんだけじゃないからな。そうね。結局自分の願望が抑えられなかったから、半年後にまた重傷を負わせてるんだものね。そうだな。そういえばちょっと聞きたいんだけど、さっきも思ったことなんだけど自分の命の危険を感じたからって、急に悔いを改めたくなるものなのかしら。
鈴木本人はハガキにそう書いていたらしいけど、捜査関係者は違った印象を持ったみたいだぜ。どんな印象を持ったの？刑務所での任意聴取の時に、鈴木は出所したらまたやってしまうと思って警察に行こうとしたとか、寝ている時に枕元に黒沼さんが出てくるとか、ハガキを送ることに至った理由を話したそうなんだ。それが理由なの？そうだぜ。だから別の捜査関係者からは、黒沼さんへの謝罪というよりも、自分自身を恐怖から救うために自供したって印象を持ったって、言われてるんだぜ。私も同じことを感じたわ。本人がまた同じことをするかもしれないって言ってるなら、無期懲役でいい気がするけど、実際どんな判決になったの？鈴木は黒沼さんのお腹を刺したことに対して、殺意があったことを堅くなに認めなかったんだ。きっと、死刑になることが怖くなったんだと思うわよ。証人として裁判に出た医師が、快楽殺人者である可能性が高いって分析したこともあって、神奈川県警にハガキが届いてから約2年後の2019年12月13日に、横浜地裁は懲役28年という判決をしたぜ。懲役28年、そんな短い刑期で言い訳ないじゃない。そうだよな。この当時は、世間の声も霊夢と同じようなものだったぜ。間違った行為に対してきちんと責任を取らせることが、本当の平等なんじゃないのかって声もあったな。事件発生から約13年もの間、自分の娘を殺した犯人がわからない状態が続いて、ご両親の怒りや悲しみは、どこにもぶつけられるものじゃなかっただろうしね。そういうところも考えたら、28年っていう期間は短い気がするぜ。二つ目、熊本県宇土市院長夫人殺害事件。今回紹介する事件は熊本県宇土市走り方町という、人口2000人程度の小さな町で起こった。人口2000人か、ほどよくのどかな感じだったんでしょうね。捜査、走り方町医院という診療所を経営していた、中津拓郎さんと千鶴子さんという夫婦がいた。へえ、院長は旦那さん？そうだ。拓郎さんが院長で、奥さんの千鶴子さんは経理を務めていた。千鶴子さんは朗らかで気さくな性格で、院内でも慕われていたそうだ。素敵なご夫婦だったのね。そうだな。中津夫妻には3人の子供がいたが、3人ともすでに独立して熊本県外で暮らしていたそうだ。ってことは、夫婦2人で暮らしていたのね。そうさ。診療所の隣の敷地に自宅があり、そこで夫婦2人で暮らしていた。子供たちもすでに手が離れ、これから夫婦2人でのんびり暮らしていこうとしていたんだ。していた。ってことは、そう。この夫婦に悲劇が突然襲いかかるんだ。2004年3月13日の土曜日、事件は発生する。土曜日は午前中のみの診療だが、この日は休館が入り、院長の拓郎さんは昼過ぎまで仕事をしていたんだ。大変ね、でも地域のために尽力していたのね。そうさ。そして13時過ぎに自宅に戻り、夫婦で昼食をとった。平和な光景が目に浮かぶけれども、ここまではな。この後、拓郎さんは14時にゴルフの練習に出かけた。毎週土曜日の午後は、拓郎さんは必ずゴルフの練習に行っていたんだ。習慣になっていたんだろうな。素敵な趣味ね。拓郎さんがゴルフの練習に出かけるのを、この日も千鶴子さんはいつも通りに見送った。そしてその90分後の15時30分に拓郎さんはゴルフの練習から帰宅する。平和な午後だわね。しかしここで状況は一転する。拓郎さんが帰宅した際、玄関に血痕があったんだ。え？血痕？それは拓郎さん、驚いたでしょうね。そうさ。拓郎さんはとても嫌な予感を覚えながらもドアを開けると、閉めたはずの鍵が開いていたんだ。え？ますます嫌な予感しかしないわね。そうだ。その先には玄関先で頭から血を流して倒れていた千鶴子さんの姿があった。千鶴子さんは頭に深い傷を負っており、拓郎さんはすぐさま119番通報した。なんと。それはそれは驚いたでしょうね。そうだよな。そして119番を呼んだものの、千鶴子さんはすでに絶命していたんだ。一体誰がそんなことを。ひどい。本当だよな。警察は殺人事件としてすぐに捜査を始める。日本の警察は優秀だから、すぐに犯人も捕まりそうだけどね。それはどうかな？現場となった中津夫妻の自宅の居間のタンスは物色されていたんだ。やはり強盗の仕業だったの？しかし室内の現金や金庫は手つかずだったんだぜ。強盗じゃないってこと？わからない。犯人によって持ち去られていたものは二つあった。千鶴子さんの黒いコートと、財布の入った手提げカバン。なんでその二つを持ち去ったのかしら？室内の現金を持ち去るならわかるんだけど。そうなんだよな。千鶴子さんの黒いコートは、犯行時に返り血を浴びてしまった犯人が、
それを隠すためにとっさに盗んだものと推定されるよな。なるほどね。で、手提げカバンは？財布が入っていたからな。金銭目的と見せかけるためのカモフラージュで盗んだのかもしれないよな。というのも、その財布に入っていたキャッシュカードから、現金が引き出された形跡がなかったんだぜ。単純に暗証番号がわからなかっただけとか？わからない。いろいろな推測ができるからな。なぜ千鶴子さんが狙われてしまったのかしら？千鶴子さんの頭部の傷を見るに、執拗に暴行されているんだ。個人的な怨恨の線も十分に考えられた。なるほど。金銭目的なのか怨恨なのかわからないってことか。そうだな。捜査は難航したんだ。他に何か証拠に繋がるようなものはなかったの？証拠というか、手がかりになるとしたら、犯人は足跡を残していたんだぜ。犯人は土足で侵入して犯行に及んだ。その際、千鶴子さんの血液が靴裏に付着したんだ。お、これで解決じゃない。靴底からかなり情報を入手できるでしょうし。いや、そう甘くなかったんだぜ。拓郎さんが帰宅した際に玄関先で見た血痕は、この犯人の血のついた足跡によるものだった。足のサイズとかわかるわよね？そうさ。足のサイズは 24.5 センチで、ナイキのエアモックを履いていたことまでわかった。すごいじゃない、犯人逮捕まで一直線だわね。いやいや、霊夢。そう甘くないってば。わかった情報はそれだけだぞ。足のサイズとナイキのエアモックを履いていたことのみ。そのエアモックの販売ルートとかたどれないの？いや、当時このナイキのエアモックは熊本県内でたくさん売られていたんだ。そっか。確かにナイキのエアモックは人気だもんね。特殊な販売ルートってわけでもなさそうよね。そうなんだ。24.5 センチってサイズもありふれているからな。でも犯人の靴裏に血痕がついていたんでしょ？この血痕を追っていけば、犯人の家が断定できるんじゃないの？そう。確かに鑑識はこの靴跡の血痕を追いかけた。しかし犯人は診療所から30メートルほど離れた薬局の駐車場まで歩いて移動している。駐車場ってことは、まさか。そう。そのまさかで、犯人はそこから車で移動してしまったらしい。それじゃ、そこから手がかりが途絶えてしまったってこと？そうなるな。防犯カメラでもあれば、車種やナンバーが特定できるんだけど。そっか、人口2000人程度ののどかな町だもんね。そうさ。防犯カメラはなく、周囲も畑が広がるような場所だった。有力な目撃情報もなく、捜査は暗礁に乗り上げるんだ。殺された千鶴子さんはもちろんだけど、遺族の拓郎さんが心配だわ。そうだよな。この診療所にも悪い噂が流れるようになり、結局走り方町員は急進に追い込まれるんだ。ひどい。何も悪いことをしていないのに、千鶴子さん自身、もともとほがらかながらも用心深い性格で、インターホンが鳴ったら必ず顔を確認してからドアを開けていたんだ。じゃ、誰が犯人だったのかしら？顔見知りの犯行？自宅には犯人以外が入った形跡もなく、金銭目的か怨恨かもわからない。そうなると手詰まり感が。その通り。結局犯人の目的もわからずに、事件は迷宮入りしてしまった。そんな、まあ待て霊夢。その7年後、突然急展開を見せるんだぜ。7年後？ってことは2011年かしら？そう。2011年2月23日の18時過ぎ、熊本県熊本市内のとある一軒家にて事件が起こる。今度は宇都市ではないのね。そうだな。今回は熊本市内だった。とある会社役員の住む一軒家のインターホンが鳴ったんだ。誰が来たの？この時はまだわからないが、この家の主である会社役員の男性は帰宅前で、奥さんが対応した。奥さんがドアを開けた瞬間、即座に一人の男が押し入ってきた。そして、この奥さんをナイフで殺害した。は。なんで突然入ってきて、ナイフで殺害したのよ。男は部屋の中にあった現金10万円と商品券2万円分を盗み、逃走しようとしたんだ。しかし、たまたま帰宅したその家の主である会社役員と鉢合わせてしまった。え、それは旦那さんも驚いたでしょうね。そうだよな。帰った瞬間に見ず知らずの男が刃物持って家の中を物色してるんだもんな。結局旦那さんも殺されちゃうの。旦那さんにもこの男はナイフで襲いかかったが、殺されずに済んだ。全治1ヶ月の重傷は負ってしまったがな。命は助かってよかったわね。しかし奥さんは殺されてしまった。そしてこれも殺人事件として捜査される。今回は迷宮入りしないと良いけど。いや、今回は迷宮入りどころか、あっけなく解決するんだぜ。え、どうやって？この会社役員の自宅のインターホン、録画機能付きだったんだ。なるほど、犯人の顔がバッチリ録画されていたってこと？その通りさ、意外とあっけないだろ。本当ね、それじゃ絶対に逃げられないわね。
自分の顔が録画されちゃってるんだもん。犯人も関連するしかなかったんだろうな。家族に犯行を打ち明け、家族に付き添われながら警察に実施したんだ。どこのどいつよ。そんな不届き者は、田尻健一という当時38歳の男性だ。田尻にはパチンコや風俗通いで重なった借金があったんだ。何よそれ。ろくでなしにも程があるわね。そうさ。消費者金融からの多額の借金を家族に知られたくなかったんだろうな。田尻は強盗を決意するんだ。他人の金を奪って借金返済するしかない、とね。そんなこと決意するんじゃないわよ、まったく。田尻は以前、宅配会社に勤務していた経緯がある。なるほどね。だからターゲットにする家を絞りやすかったってわけか。お、霊夢、察しがいいな。その通りさ。高価な品物を購入した家や、一人暮らしの家など、犯行のターゲットを数件に絞り込んでいたってわけだな。で、不幸にもその会社役員のお宅もターゲットになってしまったのね。身勝手にも程があるよな。で、その事件が宇都市の診療所の殺人事件とどう関係あるの？お、そうそう、ここで、宇都市の事件が急展開を見せるんだ。会社役員宅で起こした殺人事件の際に、田尻が乗っていたのは緑色の軽自動車だったんだが、これに警察は目をつけた。どうして？緑色の軽自動車はかなり特徴的な気もするけれども。そうさ。実は宇都市で千鶴子さんが殺された事件の時に、現場付近で不審車両情報があったんだ。まさかその不審車両って、そのまさかさ、緑色の軽自動車だった。これはビンゴじゃない。そうさ。点と点が線で結ばれたんだ。緑色の軽自動車ってだけじゃ、当時は田尻にたどり着けなかった。しかし、この二つの犯行の手口が似通っていることから、捜査員たちは田尻に尋問したんだ。すごい、やはり日本の警察は優秀よね。その通りさ。捜査員たちの執念が実った瞬間だよな。田尻は自供した。いつか宇都市で起こした事件のことも聞かれるかもしれない。とびくびくしていたようだぜ。それなら最初から事件を起こさなきゃいいのに、本当に短絡的なのね。結局、田尻によって宇都市の事件も自供が取れた。金銭目的で千鶴子さんを殺害し、手提げカバンの中にあった10万円を盗んだそうだ。どちらの事件にも言えるけど、10万円程度で殺されちゃたまらないわよね。まあ、いくらであったとしても、強盗殺人なんてとんでもない話だわよ。千鶴子さんを殺害した際に着ていた服は、熊本市内の山中に捨てたそうだ。捜査員たちが、田尻の話通りに山中を捜索したところ、証拠品が実際に出てきた。お、めでたく再逮捕決定ね。その通り。田尻は裁判員裁判で裁かれる運びとなる。でも情状酌量の余地はないんじゃないかしら？あまりにも身勝手な犯行よね。そうさ。自分の借金返済のために強盗殺人を繰り返したんだからな。死刑が求刑された。2012年9月に上告を取り下げて、田尻の死刑が確定。2016年に死刑は執行されている。そっか。これで被害者はもちろん、診療所の院長だった拓郎さんや、もう一件の事件の被害者の旦那さんの無念も少しだけ晴れたかしら？そうだといいんだけどな。でもマリサ、私、一つどうしてもわからないことがあるのよね。お、霊夢、質問を受け付けよう。なんだ？宇都市の事件の被害者である千鶴子さんは、とても用心深かったんでしょ？そうだ。インターホンで相手の顔を必ず確認してからドアを開けていたんだぜ。それなら、なぜ見ず知らずの田尻を警戒しなかったのかしら？さすが霊夢、いい質問だな。これには田尻の卑劣極まりない作戦があった。田尻はインターホンの前で、喘息発作を装ったんだぜ。は、何それ？ありえないんだけど。苦しそうな田尻を見た瞬間、千鶴子さんはいても立ってもいられなかったんだと思うぜ。そりゃそうよね。自分は医師ではないし、診療時間外だったとしても、目の前で苦しそうな人がいたら、放っておけなかったんでしょうね。そう、そんな千鶴子さんの良心につけ込んだ、卑劣極まりない犯行だったんだ。本当に千鶴子さんは、ほがらかで優しい人だったんでしょうね。ついでに言うと、拓郎さんは医師だ。おそらく玄関先で千鶴子さんを見た瞬間、手遅れであることは分かっただろうな。それでも奇跡を信じて119番を呼んだ。拓郎さんの悲しみや苦しみは、計り知れないよな。そうよね。田尻の身勝手な犯行で、二つの家庭が絶望の淵へと追い込まれたんだものね。死刑で当然ね。ちなみに話は変わるが、千鶴子さんの事件の際は、当初捜査は難航しただろ？そうだったわね。証拠も少なかったし。テレビで公開捜査もされたんだぜ。その時に盲目のシャーマンって名のドイツ人男性による霊視が行われたんだ。え、そうだったの？霊視ができるなら、さっさと犯人教えてよ。って思っちゃうけど。そうだよな。
しかし、霊視結果は見事大外れだったんだ。そっか。どんな霊視結果だったの？犯人は複数犯、20代、麻薬が絡んでいる。などなど。一つも当たっていないわね。残念だがな。こういう霊視も話半分以下で聞いた方がいいかもしれないな。そうね。全部が全部インチキとまでは言わないけど。本当に当たっていたら、もっと世の中から未解決事件は減っているはずだもんな。まあ、テレビはエンターテイメントだもんね。遺族は切ないけどもね。期待していないと言ったら嘘になるでしょうし。そうだよな。無事に逮捕に至り、刑も執行されて、警察も遺族も報われたのかな。三つ目、行方不明になった父の真実。この事件の被害者は太田悟さんといって、建設会社を経営していた男性だぜ。どこに住んでいたの？千葉県市原市在住、事件当時太田さんは47歳だった。まだまだ働き盛りの年齢よね。もともと太田さんは大工をしていたんだ。あら、そうなのね。その大工をしていた時に、仕事上の事故で足に障害を抱えてしまったんだ。それは大変だね。足が不自由では、大工さんは続けていくのは厳しいんじゃないの？だけど、太田さんは建設業の仕事が好きで、自分で建設会社を立ち上げたんだ。すごい、努力家なのね。だけど、不況の煽りや不慣れな会社経営ということもあって、一度会社を倒産させてしまったんだ。建設会社って、会社の中で一番多い業種なんだよね。その分、競争も厳しいわよね。それでも建設業の情熱は捨てきれず、1995年に再度会社を立ち上げて、コツコツ努力を重ねていたんだぜ。不屈の精神力を持った努力家だったのね。再度会社を設立できたのは、太田さんを支えてくれた奥さんのおかげであり、二人の娘さんの存在も大きかったと思うな。内助の功ってやつかな。娘ちゃんたちのためにも頑張っていたのね。ところがそんな中、2002年に奥さんが重い腎臓病を患い亡くなってしまったんだ。え、それはさぞかしショックだったでしょうね。娘ちゃんたちもかわいそうだったよね。それでも太田さんはくじけなかった。不自由な体であっても、二人の娘さんを必死に育てたんだ。平日はなるべく早く帰宅して、休日も少しでも長く娘さんと過ごせるように心がけていた。ただでさえ、父子家庭は大変なのに、体がご不自由じゃ、ご苦労されたわよね。そんな太田さんが事件に巻き込まれたのは2003年9月のことだった。何があったの？それは2003年9月8日、23時頃、一本の電話で始まったんだ。どんな電話だったの？電話の内容は、新築住宅の注文を受けた顧客が、今から木更津まで来てほしいという内容だったんだ。そんな夜中に？家にいた子供たちの話によると、家を出た太田さんは、いつになく不機嫌で、怒ったような表情を浮かべ、家を後にしたそうだ。これはいつも子供たちには心配をかけまいとしていた太田さんには珍しいことだったんだ。何があったのかしらね。そして太田さんは、翌朝になっても戻らなかった。次の日も、その次の日も何日経っても戻ってこなかったんだ。二人のお子さん、不安だったろうね。早くお父さんに会いたいとずっと心配していたそうだ。そりゃそうだよね。携帯電話も翌日から繋がらなくなって、子供たちはいても立ってもいられなくなり、太田さんのお姉さんに相談、警察に捜索願いを提出したんだ。蒸発したとかの可能性はないの？一緒に働いていた人たちに尋ねても、太田さんは責任感が人一倍強く、仕事を途中で放り出すような人じゃなかったと、皆口を揃えて言っていたし、ましてや二人の娘を残して、行方をくらませたとは、とても考えられなかったぜ。事故なら、すぐわかるだろうし、太田さんは一体どこへ行ってしまったのかしら。警察は早速、事故と事件の両方の可能性を睨んで、捜索を開始したんだ。何かわかったの？警察はまず、太田さんが行方不明になるきっかけとなった、太田さんを呼び出した相手に聞き込み調査を開始したんだ。そうね、まずそこからよね。太田さんと最後に連絡したのは、おそらくこの人だものね。太田さんを呼びつけたのは、新築住宅を依頼していた A と B なんだけど、二人はあの夜、太田さんは来なかったし、何度も電話したが繋がらなかった、と証言したんだ。え、太田さんは木更津には向かわなかったの？失踪から10日後、行方不明の原因を探るべく、太田さんのお姉さんは、一緒に働いていた職人たちと A と B を招いて、話し合いの場を設けたんだ。それで何かわかったの？まず A と B の二人は、あの夜、太田さんに対して、住宅の件でクレームを言うために呼びつけたことを明らかにしたんだ。え、それって二人が太田さんをどうにかしたんじゃないの？そもそも夜中に呼び出すなんて非常識だし不自然だわ。その可能性もあったけど、逆に二人は、お前たち、太田さんをかくまっているんじゃないか、と詰め寄ってきたぜ。二
二人が太田さんが来たのに、来なかったと嘘をついているかもしれないじゃない。いや、そのことについては、警察も捜査していて、当日、車のナンバーを検知するシステム、N システムを調べたところ、太田さんの車は木更津には向かっておらず、市原インターチェンジから逆方向の東京へ向かったことが判明したんだ。つまり、本当に木更津には向かっていなかったというわけね。ただ、この事実に不可解な点がいくつか分かってきたんだ。え、それはどんなことなの？一つ目は、太田さんは出かけるときはいつも、玄関を出て車に乗り込むと2、3分で車を発進するらしいんだけど、この日に限って、車を出すまで15分ほどかかったらしいんだ。それってどういうこと？つまり車に乗り込んでから、誰かしらから連絡が入るかして、急遽行き先を変更した可能性があるぜ。なるほどね。このことは子供たち二人が証言しているから間違いないと思うぜ。そうか、お子さんの証言なのね。二人はお父さんの行動をいつも見ていたから、些細な変化も気づくはずよね。もう一つは、太田さんのお姉さんが気がついた違和感なんだよ。お姉さんが何か気がついたのね。太田さんは足が不自由で障害者手帳を所持していたんだ。そうなのね、それがどうかしたの？障害者または家族に障害者がいる場合、事前に車を登録しておけば、最大高速料金が半額になる制度があるんだぜ。へえ、そんな制度があるのね。太田さんの車も、その制度に登録していて、いつもなら高速に乗る際、割引の適用を申し出ていたんだ。うん、それで？事件当日、市原インターチェンジで高速に乗る際に、この割引制度を利用していなかったんだ。え、それってどういうことなの？つまり、この日太田さんの車は、割引制度を知らない何者かが運転していた疑いがあるということだぜ。なるほど。太田さんのお姉さんは、弟が事件に巻き込まれたんじゃないかと確信していて、このことを警察にも話していたんだ。それってどんな推理が成り立つの？太田さんは当初木更津に向かう予定だったが、違う何者からか連絡が入り行き先を変えた。その変えた場所で、太田さんは危害を加えられ、その何者かが太田さんの車を運転、太田さんを乗せて東京方面に向かった。そう推理すると辻褄が合うわね。警察も当初から、そのことは把握していたが、容疑者が特定できず、確たる物証もないまま、なんと7年もの歳月が流れ、事件は迷宮入りするかと思われたんだ。7年も経ったら、誰もがそう思うわよね。しかし突然、事件は急展開を見せるんだ。何があったの？2010年2月16日、太田悟さんを殺害したとして、千葉県警捜査一課と市原署は強盗殺人の疑いで男5人を逮捕したんだ。本当に、男たちはどんな奴らだったの？男たちは、東京都荒川区の中古車販売業、大塚博則容疑者と、千葉県木更津市の無職、吉原健太容疑者ら計5人を逮捕したぜ。え、それって、もしかしたら、そう、大塚と吉原は当時太田さんと待ち合わせしていた A と B だぜ。やっぱり、その二人が主犯格なのね。事件当日、5人は太田さんを千葉県袖ヶ浦市に呼びつけ、そこで殴る蹴るの暴行を加えたんだ。ひどい太田さんって足が不自由なのよね。さらに太田さんを彼の車のトランクに閉じ込め、埼玉県加須市の廃屋まで運び、そこで太田さんを殺害したんだ。まさに鬼畜よね。絶対許せないわ。中古車販売をしていた大塚は、太田さんの車を処分して、証拠隠滅を図るのは容易だったかもしれないな。確かにね。車をスクラップにして処分するなんてわけないわよね。他の4人も証拠隠滅にはかなり協力しただろうな。動機は何だったの？大塚容疑者が吉原容疑者を通じて太田さんに住宅建築を依頼したんだ。うん。それで？ところが、完成後に大塚は、なんやかんやクレームをつけてトラブルに持ち込み、太田さんに金を払わなかった。クレームをつけるなら、法に則って争うべきよね。そして大塚は、代金約1000万円の支払いを免れるため太田さんを殺害したというわけだぜ。なんとも、短絡的な動機よね。他の4人は大塚に何らかの弱みを握られていたのか、わずかばかりの報酬をもらっていたんだろうな。結局5人は強盗殺人と営利目的略取の容疑で逮捕されたんだ。実は大塚、吉原の両容疑者は、家屋の工事代金の融資を申し込んでいた。金融機関に対する詐欺容疑で逮捕、起訴されていて、この事件は再逮捕ということになるぜ。お金のためなら何でもする連中なのね。そして、逮捕後の3月10日、千葉地検は、殺人と逮捕監禁致傷の罪で大塚博則容疑者を、逮捕監禁致傷罪で吉原健太容疑者ら男4人を起訴した。太田さんの遺体は見つかっていないんだけど、地検は証拠に基づき判断し、公判で立証できる事実で起訴したとしているぜ。物的証拠はなくて、状況証拠だけで起訴したわけね。よほど確信していたんでしょうね。
それで、この男たちの裁判はどうだったの？判決は？殺害に関しては、最後まで全員否認し続けたみたいだぜ。往生際が悪いわね。もちろん大塚容疑者も最後まで殺害を否認し、弁護士も証拠も動機も認められないと後押ししたんだ。まさかの無罪？大塚容疑者が死体が出なければ、警察は手も足も出ないと周りに、嘘吹いていたことを指摘し殺害したことは十分推認できると、裁判長は容疑者と弁護人を一刀両断、懲役14年の判決を言い渡したぜ。さすが裁判長、懲役14年が長いのか短いのかは疑問だけど、残念ながら、共犯の他4人の裁判や罪状は、はっきりとはわからなかったんだ。法治国家日本の裁判所を信じましょう。4つ目、西新井大師、乳児遺体遺棄事件。ではまず、事件発覚の経緯と概要を説明していくぜ。この事件が発覚したのは1999年3月17日の朝のことだ。1999年って、随分と昔だわ。まだ20世紀だったわね。ノストラダムスの大予言なんてのが、大真面目にテレビで特集されていたような時代だな。懐かしいわ、今思うと馬鹿らしいけど、信じてる人もいたわね。中には、世界が破滅すると信じて財産を使い切った猛者もいたそうだぜ。それはさすがに自業自得だわ。それで、西新井大師ってどういう場所なの？西新井大師は東京都足立区にあるお寺だぜ。厄除けで有名なパワースポットなんだ。なんとか厄除け大師とか、テレビで見た気がするわね。霊夢の言う通り、CM が放送されたりもしたんだ。西新井大師は関東三大厄除け大師でもあるんだぜ。なるほど、道理で聞き覚えがあると思ったわ。とにかく有名な場所なのね。江戸時代には、女性の厄除けの寺としても有名だったんだ。今は男女問わず有名だぜ。本当にありがたい場所なのね。でも、今回はそんな場所が事件現場になったのよね。ああ、繰り返しになるが、西新井大師はこの事件の現場となった。発覚したのは1999年の3月17日の朝だ。こんなありがたい場所で、乳児が発見されたの？ああ、男の子の乳児だぜ。お寺に現れた赤ん坊って、神の子とかじゃないわよね。神話じゃあるまいし、そんなことはないぜ。これは劣気とした事件だ。でも、お寺の境内ってことは、赤ちゃんポストみたいな感じで置いていったのかしら？いや、もっと深刻だぜ。乳児の発見場所は境内のゴミ箱だったんだ。ひどすぎるわ。発見した人も、よく気がついたわね。発見者は境内でゴミの分別作業をしていた警備員だったんだ。いつもの仕事をしようとしたら乳児が入ってたなんて、仰天したでしょうね。この人の証言記録は残ってないが、驚いたことは間違いないだろうな。それで、ゴミ箱なんかに入れられて、赤ちゃんは無事だったの？いや、残念なことに、すでに亡くなっていたぜ。もしかして、死産だったのかしら？乳児の死因は不明だが、死産ではないぜ。専門家の鑑定によって呼吸の痕跡が確認されたんだ。呼吸の痕跡ってことは、ちゃんと息をして産声を上げていたってことになるわね。ということは、生まれてから殺害したってことかしら？そういうわけでもなさそうなんだ。乳児には目立った外傷がなかったんだぜ。となると、生まれたばかりの健康な赤ちゃんを捨てたってことになるわ。口にするのも憂鬱な内容だが、おそらくはそういうことになるぜ。親を許せなくなるわね。警察にしっかり捜査してもらいたいわ。ああ、すぐに警察は捜査を開始したぜ。だが、意外にも捜査は難航したんだ。え、だって赤ちゃんが生まれたんだから何か残ってるんじゃないの？産婦人科に見てもらった記録とか、あるはずだわ。実は、乳児にはへその緒や胎盤が残っていたんだ。病院で処置する部分よね。もしかして、産婦人科で生まれた子じゃないとかかしら。ああ、病院で処置されていたなら、残っているはずがないぜ。たまにトイレで子供を産んだ少女の話とか聞くけど、そういう事例だったのかしら。だろうな。そういう場合、そもそも産婦人科を受診していない場合もあるんだ。この乳児の親もそうだったようだな。よくそんな状態で産めたわね。同情するわけじゃないけど、一人でひっそりと出産するって怖いわね。確かにそうだが、乳児を遺棄して死なせたのは立派な罪だぜ。保護責任者遺棄致死罪にあたる、劣気とした犯罪行為なんだ。それはわかるけど、母親だけが捜索されたの？そうなるぜ。なんで父親も捜索しないのかしら？似た事件を見るたびに思うわ。感情的にはわかるが、妊娠するのも出産するのも女性だからな。相手の男が逃げた場合、責任は女性に降りかかるのが現状なんだ。納得いかないわね。話を戻すが、結局、乳児の身元は愚か、親の情報すらつかめなかったんだ。捜査は難航したんだぜ。人知れず妊娠して出産した場合だと、わからないこともあるのね。でも、乳児の DNA 情報からわかることはないのかしら？もちろん、DNA 鑑定も行われたぜ。
だが、血縁者と思われる人物のデータはなかったんだ。それって、警察のデータにはなかったってことかしら？ああ、過去に DNA を採取された人間じゃないとそもそもデータがないんだ。過去に捕まってたり、捜査に協力したりしてないとダメってことなのね。ああ、乳児の親は良くも悪くも警察には関わりがなかったってことだな。じゃあ、何もわからないじゃないのよ。その通りだぜ。結局、当時の捜査では何の手がかりもつかめなかったんだ。この事件は未解決事件の一つになったぜ。命が一つ失われているのに、手も足も出なかったのね。聞いているだけでも悔しいわ。そしてそのまま、22年が経過したぜ。乳児が生きていたら、すでに成人になるくらいの時が経ったんだ。一人の人生が理不尽に奪われて解決もしないなんて、本当に残念な結末だわ。いや、まだ事件は終わっていないぜ。未解決事件になったんじゃないの？一度は未解決になったが、この事件は22年後の2021年に進展するんだ。え、そんなに時間が経って事件が進展することがあるの？って、そういえばそういう話だったわね。でも、22年も経った事件が進展するなんて、どういうことなの？別件で捕まった犯人が自白したとかかしら？それとも、水面下で捜査をしてたのかしら？どちらとも言えないぜ。西新井大師で起きた乳児遺棄致死事件は、一度は捜査が終了しているんだ。じゃあ、水面下の捜査とかはなかったのね。どういう理由で進展したの？きっかけになったのは、警視庁が行っていた捜査だな。未解決事件の積極的な捜査はしていなかったが、証拠品の見直しはしていたんだ。ということは、西新井大師の事件も証拠が見直されたの？その通りで、改めて DNA 鑑定がされたんだ。その結果、ある女性が母親として浮上したんだぜ。DNA 鑑定の技術も進化していたのかしら？それもあるが、この進展にはもっと大きな理由があるぜ。実は2010年前後に、母親らしき女性が別件で逮捕されていたんだ。その際に女性は DNA を提出していて、それが2021年の再鑑定で一致したわけだな。1999年当時はなかったデータが、2021年にはあったのね。22年越しに進展するなんて、改めてびっくりだわ。警視庁の証拠整理のおかげだな。でも、母親だった女性ってどうして逮捕されたのかしら？詳細は不明だが、2010年前後に発生した恐喝事件で逮捕されていたんだ。恐喝って、具体的に何をしたのか気になるわ。女性が恐喝って、想像がつかないわね。これで22年前の事件が解決するのは分かったけど、詳細が気になるわね。母親はどんな人だったの？母親は、埼玉県川口市に住む無職の女性だぜ。事件当時は24歳で、2021年には46歳になっていたんだ。22年も経ってるから当たり前だけど、立派な年齢になってるわね。でも、見つかったのは良かったわ。ああ、警視庁は2021年2月10日にこの女性を、保護責任者遺棄致死容疑で書類送検したぜ。女性は自白したのかしら？ DNA 型が一致したことを告げると、女性は、気づいたら妊娠していた。不意の出産だった。という内容の話をしたそうだぜ。気づいたら妊娠ってことは、父親はわからなかったのかしら？その辺は全くの不明だが、ろくな話じゃないと思うぜ。本音を言うと、父親にも同じ罪を問いたいところだわ。まあそうだが、母親と違って完全に不明だから不可能だな。そうよね。でも、今になって母親が判明したとして、22年前の事件を罪に問えるのかしら？もちろんだが、保護責任者遺棄致死罪にも公訴時効はあるぜ。殺人罪にだって時効はあるんだし、そりゃそうだわ。で、その罪の時効は何年なの？現在では20年だが、1999年当時の時効は7年だったんだ。つまり、2006年3月に時効が成立していることになるぜ。どちらにせよ、時効は過ぎてしまっているわね。あんまり詳しくないんだけど、そういう場合はどうなるの？結果だけ言うと、不起訴になったぜ。逮捕はされなかったってことかしら？起訴できないからしょうがないぜ。真相は判明したが、書類送検だけで終わったんだ。過去の事件が解決したならよかったけど、なんだかモヤモヤする決着だわ。未解決事件って他にもあるんでしょうけど、後になって解決した例もあったりするのかしら？もちろんあるぜ。同じ年に、この事件と同じような形で解決した事件もあるんだ。例えば、福山明王大師夫殺害事件だな。どんな事件だったの？2001年2月、広島県福山市の明王大という場所で主婦が殺害された事件だ。自宅でナイフが刺さった状態で発見されたんだぜ。痛ましい事件だわ。それも未解決になっていたの？ああ、事件発生から20年以上が経過してしまったんだ。
だが、2021年になって解決したんだぜ。もしかして DNA 鑑定で判明したのかしら？ああ、犯人の竹森幸三は福山市で銃刀法違反で逮捕され、DNA を採取されたんだ。その DNA 情報が2001年の主婦殺害の犯人らしき血痕のものと一致したんだ。竹森は2021年2月に殺人容疑でも逮捕されたぜ。事件発生時期も未解決の期間も、逮捕された時期も似てるわね。これって偶然なのかしら？時期の一致に関しては偶然だな。だが、別件で逮捕され、DNA を採取されて判明したのは同じだぜ。やっぱり、一度事件を起こした人はまた逮捕されることをしてしまうのかしら。乳児遺棄事件に関しては不明だが、主婦殺害に関してはその通りだな。竹森は刃物を所持していて逮捕されているんだ。なるほどね。さらに、神戸市北区男子高校生刺殺事件も2021年に解決したぜ。これは2010年10月に高校生の堤翔太さんが殺害された事件だ。やっぱり、犯人が別件逮捕されて DNA が一致したのかしら？これに関しては犯人が間抜けだったというしかないな。この事件の犯人である28歳の男は、この事件をやったのは自分、みたいなことを周囲に吹聴していたんだ。そこから捜査線上に浮上して逮捕され、DNA も一致したんだぜ。それは間抜けとしか言いようがないわね。にしても、2021年って事件解決ラッシュだったのかしら？コロナの影響とかありえそうだわ。人の外出が減って軽犯罪が減り、過去の事件を捜査する余裕が出た可能性はあるんだ。もちろん、警察のたゆまぬ捜査があってのことだぜ。警察も頑張っているってことだわ。でも、DNA 鑑定の技術も上がってるんじゃないかしら？その通りで、DNA 鑑定の技術はどんどん向上しているぜ。手順が簡単になったのかしら？手順は変わらないが、検査の精度が上がったんだ。現在、日本の警察で行われる鑑定の精度は間違いようがないレベルに達しているぜ。その識別能力は565系人に1人の精度と言われているんだ。系って単位、なかなか聞かないけどどれくらいなのかしら？奥の次が腸、腸の次が系だぜ。それはすごいわね。日本人の人口を考えると、まず外しようがない正確さだわ。だから、今の技術で DNA が一致した場合、もはや言い逃れはできないぜ。DNA 採取されるような前科持ちは、もはや首輪で繋がれた状態とも言えるんだ。確かに、そんな精度の検査があるなら再犯してもすぐにわかるわね。残る問題は、そもそものデータがない場合くらいだわ。ああ、いくら正確な検査ができるとしても、警察のデータベースにない DNA は照合できないんだよな。逆に言えば、それさえあればもはや犯人特定は容易ということだぜ。もし日本国民全員に DNA 提出義務ができたら、犯罪の解決率が 100% になりそうだわ。犯人が全く痕跡を残さない場合や事件後に雲隠れや自殺する場合は例外だぜ。だが、それ以外の事件は即解決すると思うぜ。じゃあ、国民全員の DNA データ提出を義務化したらいいのよ。そしたら、今回みたいな未解決事件がなくなるわ。気持ちはわかるが、国民全員の DNA 情報を記録するなんて現実的ではないぜ。明暗だと思うんだけど。5つ目、草加市女子中学生殺害事件。1985年7月19日の昼過ぎ、埼玉県草加市内の残土置き場で、埼玉県八潮市に住む中学3年生の少女の遺体が見つかったぜ。現場周辺は田んぼの一角を残土で埋め立てた場所で、雑草が生い茂っており、街灯などの設置もなくて夜は暗く、昼間も人の通りが少ない場所だったんだ。あまり人が寄りつかない場所だったのね。ああ、被害者の少女は仰向けの状態で発見されており、スカートは腰まで上げられて、下着は膝のあたりまで下ろされた状態だったんだ。上半身は裸で、首には凶器とみられる、被害者のブラスリップが巻きつけられていたぜ。さらにスカートには AB 型の精液が付着しており、当初は強姦が疑われたんだぜ。当初はということは、強姦ではなかったの？被害者の精液から精液が検出されていないことや、性器の裂傷もなかったんだ。被害者に、事件前に性的な行為を行った痕跡は見られなかったぜ。そのため強姦ではないことは明らかとなっているんだ。スカートに性液が付着していたのに、乱暴された痕跡は残っていなかったの？ああ、そしてこの真相は未だに解明されていないんだ。それでも、15歳の女の子をそんな場所で殺害するなんてひどいわ。いや、遺体が発見された現場周辺には特に争った形跡がなく、被害者は別の場所で殺害されたと推測できる状況でもあったんだ。さらに現場検証では残土置き場の出入り口に、タイヤ痕と22もの足跡が見つかり、遺体が発見された残土置き場からは8つの足跡が見つかったぜ。犯人はすぐに逮捕されたの？ああ、その後の捜査で草加市に住む当時13歳から15歳の6人の少年が、
容疑者として浮上し、5人が逮捕されて、1人が補導されたぜ。この6人が冤罪だったのね。どうして逮捕されたのかしら？それは一つの通報が原因だったんだ。草加署が捜査を開始する中で、一件の通報が入ったぜ。どんな通報だったの？草加署に、加害者の少年 C が被害者が殺害された日の午前0時頃に、八潮にある中央病院の近くを被害者が歩いているのを見たと、話していたのを聞いたという情報が寄せられたんだ。それを受けた警察は1985年7月23日、少年たちに、任意同行を求め、事情聴取を行うことにしたんだぜ。確かに、任意同行を求めるのには十分な情報のように思えるわね。ああ、警察がこの通報にどれだけ信憑性を置いていたのかはわからないが、少年たちの素行が悪かったことと、当時から一緒に犯罪行為を行っていた、少年 A の他に BCD 及び C の弟の E も怪しいとして事情聴取をすると、少年 ABC は犯行を自白し、その日のうちに逮捕されたぜ。素行が悪いって、どんなことをしていたのかしら？小学生の頃から家出や窃盗、シンナーの使用などで補導されていたんだ。さらに A は無免許運転などを行い、1984年には少年院に収監されていたぜ。日頃からそんなことをしていたのね。そして B は小学3年生の頃から、C は4年生頃から、バイクや車の窃盗を繰り返し、車上荒らしやシンナーの使用で、10回以上警察に補導されたことがあるんだ。事件が起きる少し前から家出をして、窃盗や車上荒らしで、稼いだお金を得て生活していたそうだ。怖すぎるわ。C の弟の E も一緒に犯罪行為を行っていたの？ああ、E は兄の C と一緒になって犯罪行為を繰り返し、事件の約1ヶ月前に自動車の窃盗で補導され、児童相談所に送られていたぜ。そして児童相談所を出て家に戻るとすぐに家出をし、C や C の友人たちと、再び窃盗行為などを行っていたんだ。反省の色が見えないし、恐ろしい連中ね。ああ、周囲の環境も悪かったんだろうな。今回はそういう前科がある連中の自白が逮捕のきっかけになったようだけど、彼らの供述内容が気になるわ。彼らは八潮中央病院の近くで被害者少女を見つけて車に乗せ、事件現場近くまで行き殺害した、とはっきり犯行を認めたんだ。ただ、C の弟の E は犯行を否認したぜ。じゃあ E の処遇はどうなったの？E は看護措置となったぜ。看護措置って何なの？主に家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進めたり、処分を適切に決めるための心理検査や面接を行うことが必要な場合に、少年を少年鑑別所に送致して、一定期間収容することを指すぜ。なるほどね。一緒に任意同行された D は容疑を認めたのかしら？ D も自分が車を運転していたことについては自白したが、他の少年たちが被害者を殺害したとされている間、自分は車から出ていないので、他の仲間たちが少女を殺したかについては知らない、と、殺害に関与したことは否認したぜ。その供述は無理があるように思えるわ。警察もそう判断し、D も加担していたとみて逮捕したぜ。もう一人、逮捕された少年がいるわよね。ああ、少年 F は最後まで犯行を否認していたが、事件当時に逮捕された少年たちと一緒に行動していたことから、共犯の可能性があるとして最後に逮捕されたぜ。3人が少女の殺害について自白しているのに、どうして冤罪事件だと言われているの？事件の物証となったのが、被害者のスカートの6箇所に付着した体液だ。被害者は A 型だったんだが、採取された体液は AB 型で、さらに被害者の胸には犯人のものだと思われる。唾液も付着していた他に、シャツの襟に1本の毛髪が残っていたんだ。これも、AB 型の人物のものだと判明したんだぜ。強姦されていないのに、胸に唾液が付着していたの？ああ、そのため強姦目的で被害者を襲ったが、途中で殺害に切り替えたのではないかと推測する声もあるんだ。確かに、それが自然なように思うわ。それで、犯人たちの中に AB 型の人間はいたの？5人の血液型は O 型、または B 型だったんだぜ。え？それじゃあ有罪判決の根拠は自白調書しかなかったの？だが検察は、被害者と加害者少年の血液が混ざり AB 型になった、と主張したぜ。そんなことありえるの？理論的にはありえるぜ。浦和家庭裁判所は、この物証を認めた上で処分を下したんだ。しかし、科学的根拠が全くなく、オカルト的だと検察側を非難する声も上がったぜ。体液が混ざって AB 型になることはありえるんじゃないの？実は血液と、その他の体液では血液型の判定方法が違うんだ。この事件では2種類の試験が行われた結果、A 型と B 型の血液が混合して、AB 型と判定されることは理論的にあり得るとされたわけだぜ。聞く限り、かなり疑問点がある物証だったのね。
ところで、被害者になった少女はどんな子だったのかしら？被害者になった少女は小学6年生の頃から家出を繰り返し、養護園に入っていたこともあるそうで、あまりそこは行くなかったようだな。事件当日の朝も、母親と喧嘩をして家を飛び出していたんだ。家出をするほどの大喧嘩をしたの？大喧嘩だったのかは分かっていないし、喧嘩の内容も不明だが、不幸にも家を飛び出した日に事件に巻き込まれてしまったんだ。母親も後悔しているでしょうね。実は母親が、その日の13時頃に、少女が街を歩いているところを目撃しているぜ。だが、母親は話しかけたり追いかけたりはしなかったそうだ。どうして接触しなかったのかしら？少女は何度も家出をしていたため、特に珍しいことではなかったんじゃないかと考えられているぜ。この時に母親が声をかけていれば、運命は変わっていたかもしれないわね。少女が目撃されたのはこれが最後だったのかしら？いや、事件当日の21時過ぎに友人の家を訪ねているぜ。何でも、止めてほしいと頼んできたそうだな。なのに0時過ぎに外にいたということは、泊まるのを断られたのかしら？深夜に自ら友人の家を出たのか、泊まるのを断られたのかは分かっていないぜ。何にしても、これが最後の目撃証言だ。最後の目撃証言は曖昧なのね。この事件の裁判の結果が気になるわ。裁判が行われる前、少年たちは急に自白を撤回して容疑を否認したんだ。でも、3人は当初罪を認めていたわよね。ああ、それがある日を境に、最後まで容疑を否認し続けたんだぜ。自白を強要されたのかしら。それで、肝心の裁判ではどう判断されたの？刑事裁判では、被害者と加害者の血液型が、混合したという主張が認められ、5人を少年院送致の保護処分、1人を児童相談所送致とする保護処分を下されたぜ。納得できなかった少年たちは、高等裁判所に不服を申し立てる抗告をしたが、1986年6月16日に棄却されているんだ。そして最高裁判所にも再抗告したが、1989年7月20日にそれも棄却されて刑が確定したぜ。容疑を否認したけど、検察側の主張が正しいとされたのね。ああ、こうして刑事裁判では少年院送致や児童相談所送致などの有罪処分を下されたが、民事裁判では全く違う結果となり、世間を驚かせたんだ。そうなの？民事裁判についても教えてほしいわ。被害者遺族は数年後、保護処分を終えた少年たちとその親たちに対して、損害請求を求める民事訴訟を起こしたんだ。そして1993年の3月に行われた第一審では、少年5人が強姦殺人を犯したという事実は認められないとして、原告の請求を棄却し、少年と少年の親は無罪判決となったんだぜ。刑事裁判で有罪なのに民事裁判で無罪なんて、被害者遺族は納得できたの？いや、この事実上の無罪判決を不服とした被害者遺族は控訴し、その結果1994年11月30日に総額4500万円の損害賠償を認められたぜ。しかし今度は少年たちの親権者が上告し、最高裁は2002年2月に、自白の信用性を認めるという判断に誤りがあるとして、被告の敗訴を破棄して高裁に差し戻したぜ。差し戻した結果はどうだったのかしら？2002年10月に加害者の体液が AB 型だったことを根拠として、少年5人の犯罪を裏付ける証拠がないとして、原告の請求を棄却したんだ。そしてもう一つ無罪判決の決め手になったのは自白の内容だ。犯人であれば必ず非公表の情報を持ち合わせているのにもかかわらず、彼らが自白した内容にはそういった暴露がなかったんだぜ。この二つが理由になって事実上の無罪判決になったのね。その通りだ。民事裁判で事実上の無罪判決が出たことにより、少年たちは刑事訴訟の再審請求を行い、判決取り消しを3回請求し、すべて棄却されているぜ。民事裁判で無罪判決が出たのに、刑事裁判の判決は変わらなかったの？ああ、理由は保護処分が終了しているからというものだったぜ。なんだか納得いかないわね。当時は保護処分が終了して少年院から釈放された場合、再審が行われることはなかったんだ。成人なら刑事裁判の再審請求ができるのにね。ああ、それが少年法には適用されていなかったんだ。少年法保護処分取り消し決定については、不服申し立てが許されないのが通説で、少年審判における再審は、実質的な一審制だったんだぜ。だから保護処分が終わって再審請求をしても、受理されなかったのね。今は少年法が改正されたことにより、保護処分が終了しても、保護処分の取り消しの請求はできるようになっているぜ。つまり一度保護処分の判決をされても、その後に無罪が確定すると、保護処分の取り消し請求を行い、無罪判決を勝ち取ることが可能になっているぜ。改善されてよかったわ。何歳だろうが冤罪は許されないわよ。
でも、成人であっても再審請求はかなり難しいのよね。ああ、成人ですら日本の裁判所では再審請求が認められるのは、年に2件から3件で開かずの扉とも言われているくらい厳しいぜ。逮捕された少年たちは17年間、無罪を訴え続けてきたぜ。最終的に無罪と結論付けられたのは、彼らが30歳を超えた時だったんだ。17年も無罪を訴え続けるなんて、私なら心が折れそうだわ。そして二度と冤罪被害者を出さないために、彼らは会見も行ったぜ。しかも会見に臨んだ仲間は顔を公開し、3人は実名も公表したんだ。実名まで公表したの？勇気があるわね。だがこの草加事件から35年以上経ってから、罪を犯して逮捕された人物がいるんだ。確かに全員非行少年だったけど、この冤罪事件をきっかけに、更生したとばかり思っていたわ。しかも35年以上経ってから罪を犯すなんて、一体誰がどんな事件を起こしたの？2021年の12月11日、建設作業員の篠田圭一当時50歳が、酒気帯び運転容疑で埼玉県警草加署に現行犯逮捕されたんだ。この篠田こそが草加事件の冤罪被害者だったんだぜ。飲酒運転はすごく危険だわ。ああ、しかもそれだけではないんだ。八潮市内の路上を車で走っていた篠田は、前方の車の前に割り込んで、急停車させ、ドアを蹴って壊したんだぜ。さらに篠田は逃げようとした車を追いかけ、別の車に衝突したんだ。そして衝突された車の運転手の男性に暴行を加えて、頭に打撲などの怪我を負わせたんだ。これにより、翌年の1月6日に、器物破損と傷害の罪で再逮捕されたぜ。被害者の男性は怖かったでしょうね。ああ、写真を見る限り篠田は体格もいいし、被害者の恐怖は計り知れないぜ。篠田の父親はマスコミの取材に応じ、息子がどうしてあんなことをしたのかわからないんです。面会に行ってもなかなか会えず、弁護士は酒気帯び運転ですというばかりで、実際のところ何があったのかわからない。息子は何十年も車を運転していますが、こんなことは初めてですよと語ったぜ。面会に行ってもあまり会えないの？合わせる顔がなかったのかしら？それは篠田本人にしかわからないが、さらに篠田の父親は続けて、草加事件は30年以上前のことです。息子は真面目に仕事をしていて、これまでも過ごしてきた。あの事件と今回のことは何も関係がないと思いますと話したぜ。確かに草加事件では冤罪が認められたし、今回の事件とは関係がないけど、冤罪は間違いだったんじゃないかと疑う人が出てきてもおかしくないわ。その通りだな。草加事件の真犯人は今も捕まっていないんだ。長い時間をかけて勝ち取った冤罪を、怪しく思われるのは他の仲間も辛いだろうな。そうね、被害に遭われた方のためにも更生してほしいわ。6つ目、島根女子大生バラバラ殺人事件。今回紹介する事件の被害者は平岡都さんという女子大生だ。覚えているわ、確かアルバイト先から忽然と失踪したのよね。そうさ。平岡さんはショッピングモール内にあるアイスクリーム店で、アルバイトをしていたんだ。へえ、アイスクリーム店で、いつも美味しいアイスクリームに囲まれているだなんて素敵。おいおい、霊夢は食いしん坊だからな。話を戻すぞ、2009年10月26日、いつも通り、平岡さんはアイスクリーム店でアルバイトをする。もう13年も前ね。そうだな。この日もいつも通りに平岡さんは真面目に勤務をこなす。何時までバイトをしていたの？21時までさ。21時といっても、ショッピングモールだから人通りは多かっただろうな。そうでしょうね。で、バイト終わりにそのまま帰宅したの？そのはずだと思われるんだが、バイト先からそのまま失踪したんだ。その2日後である10月28日、平岡さんのご両親が心配して、警察へ捜索願いを出す。2日経っても連絡が取れなかったのね。捜査。捜索願いが出されて、警察も聞き込みを開始した。何か有益な情報は得られたのかしら？犯人に繋がるような情報はなかなか取れないんだ。平岡さんはいつもアルバイト終わりに、最後のゴミ捨てを任されていたそうだ。普段はゴミを捨ててから帰路につく。偉いわね。きっと責任感に溢れた女の子だったのね。しかし、事件当日はゴミを持って出たはずだが、指定の場所にゴミが捨てられていなかったんだぜ。え、どういうこと？ゴミを持った状態で何か事件に巻き込まれたのかしら？その可能性も十分あるよな。バイト先を出た直後で、何か起きたと推定できる。ショッピングモール内ってこと？わからない。でもショッピングモール内の防犯カメラに、ボーダーのワンピース姿の平岡さんの姿がはっきりと映っているんだぜ。平岡さんは学生寮に住んでいたのだが、学生寮からアルバイト先のショッピングモールまで徒歩2キロメートルだった。徒歩で通勤してたのよね？往復4キロメートルか。
そうなるな。ちなみにショッピングモールから学生寮までの道のりに、3軒のコンビニがあるんだ。お、じゃ、コンビニの防犯カメラを解析すれば犯人逮捕ね。しかし、コンビニ3軒とも、防犯カメラに平岡さんは映っていなかったんだぜ。え、そうなの？そうなると、やはりショッピングモールから1軒目のコンビニまでの間で、何かに巻き込まれたとしか考えられないわね。その通りさ、事件当日21時頃のショッピングモール近辺の、不審人物や不審車両の情報を捜査員は集めた。何か有力な情報はあった？それが、残念ながら犯人に至る情報はないんだよな。そして2009年11月、事件は急展開する。キノコ狩りに我流山へ来ていた男性が、人間の頭部を発見するんだ。キノコを狩りに来て、人の頭を見つけちゃうとはね。それはそれはさぞかし驚いたでしょうね。トラウマ級に。本当だよな。その男性はうろたえながらも、すぐに警察へ連絡した。そして DNA 鑑定したところ、この頭部が平岡さんであることがわかったんだ。なんと。誰がそんなひどいことを。本当だよな。警察は事件と断定し、捜査に乗り出す。すると、付近の雑木林から体の一部が次々と見つかったんだぜ。平岡さんはバラバラにされてしまっていたのね。そうだ。残忍にも程があるよな。世間を震撼させたことは未だに覚えているぜ。警察は次の被害者が出る前になんとか事件を解決させたいと考えたんだ。そりゃそうよ。連続バラバラ事件とかになっちゃったら、大変よ。そこで、特別報奨金制度を使うことにした。特別報奨金制度って何？犯人へ繋がるような有力な情報提供者には、たくさんお金あげますよって制度さ。なるほど、そしたらたくさんの情報が集まりそうね。そうさ。しかし、報奨金目当ての適当な情報も集まってしまうから、警察はその精査に骨が折れたと思うぜ。なるほどね。幾多の情報の中で、とあるタクシー運転手が、犯人らしき人物を見た、30代男性だった、って情報を寄せたんだ。それはかなり具体的な情報じゃない？しかし、その情報も多くの情報に埋もれて、うやむやになってしまった。警察は平岡さんの帰宅ルートである、徒歩 2km の道のりを主に走行する車に情報提供を求めたんだぜ。やっぱり近辺の人に聞くのが一番よね。で、有力情報はあったのかしら？いくつか情報は上がったんだ。事件前後に我流山に続く道路を通ったという車両。被害者の靴が見つかった現場付近で、不審な動きをしていた黒のワゴン車。平岡さんのバイト先であるショッピングモール付近にいた白いセダン。どれも怪しいっちゃ怪しいわね。まあな。しかし犯人にはどれもたどり着かないんだ。他にも警察は、残虐シーンのあるビデオをレンタルした人物の記録を洗い出した。なるほど。バラバラ殺人を犯すような人間だもんね。そういうビデオ、好きそう。あとは、刃物を購入した人物を片っ端から洗い出した。バラバラに解体するには、刃物は必要不可欠だもんね。想像したくないけど。しかし、どれも犯人にたどり着けず、捜査員は6万人以上動員、そして1700件の情報も虚しく、時間ばかりがどんどんと過ぎていった。どんどん人々の記憶から薄れちゃうわ。そうさ。しかし今から約6年前の2016年12月、急展開するんだぜ。え、そうなの？事件発生から7年後の2016年12月、警察は事件被疑者を特定したと発表した。え、本当に急転直下ね。誰が犯人だったの？矢野義春という人物さ。矢野は前科があり、これで捜査線上に浮上したんだ。どんな前科だったの？2004年に通りがかりの女性に乱暴して怪我をさせた。それで懲役3年6ヶ月さ。こういう女性を狙った卑劣な奴っているのよね。でもすごいじゃない。犯人逮捕まで一直線だわね。いやいや、霊夢。逮捕はできなかった。なんで？名前もわかっているのに。正確に言うと、逮捕できなかったんだ。犯人はすでに死亡していたからな。え、そうだったの？そうさ。平岡さんの事件発生から2日後に、矢野は交通事故死しているんだ。交通事故死？なんだかタイミングが良すぎる気もするけど。そうだよな。矢野は母親と共に父親の墓参りに行き、その帰りに交通事故死したんだぜ。この事故で、母親も亡くなっている。じゃ、どうするの？どうやって捜査したの？被疑者本人は亡くなっているが、矢野の犯行と断定するために捜査員は矢野の実家に行ったんだ。何か有力な証拠品があったの？ああ。USB メモリとデジタルカメラを押収した。しかしデータが消されていたんだ。怪しいだろ？怪しすぎる。復元、復元。そう。データを復元した。すると57枚もの写真が出てきたんだ。聞くのも見るのも怖いけど、やっぱりその57枚は犯行時の写真だったの？そうさ。
そして矢野の自宅の壁と風呂場が、この犯行時の写真に写り込んでいたそれと一致した。自宅の壁はともかく、風呂場って、そうだな。おそらく風呂場でバラバラにしたんだろうな。しかも、我流山付近の N システムに、矢野の車が映っていた。ここまで揃えば矢野が犯人で決定ね。そうだな。2016年12月20日、この事件を松江地方検察庁に送致した。そして2017年1月31日、被疑者死亡で不起訴処分となったんだ。これで、めでたしめでたしってとこかしらね。いや、そうでもないんだぜ。この結果を疑問視する声もあるんだ。疑問視ってどんな？霊夢は違和感を感じないか？例えば、矢野と平岡さんの関係さ。関係も何も。通り魔的な犯行じゃないの？いや、平岡さんの周囲に聞いたところ、平岡さんはかなり用心深い性格だったらしいぞ。そんな用心深い平岡さんが、見ず知らずの男についていくかな？だって通り魔でしょ？事件発生は21時頃のショッピングモール付近だぜ。人目はかなり多かったはずだ。そっか。そんな大胆なことはできないわね。そうなると、矢野と平岡さんに、何かしらのつながりがあった可能性も否定できないんだ。違和感はまだあるぞ、この事件、解決が急転直下すぎないか？確かに、何か新たな証拠とか遺留品が見つかったってわけじゃないのよね。そうさ。特段有力な証拠品や情報は出てきていないのに、解決が突然すぎないか？もっと早く解決できていたと思わないか？そうねー。7年も経過して突然解決ってところが確かに不思議かもね。違和感はまだあるぞ。この事件は2010年2月より、捜査特別報奨金制度の対象となっていたって言っただろ？うんうん、覚えているわ。その報奨金はちゃんと支払われたんだぜ。え、誰に？そこら辺がグレーなんだよ。報奨金目当ての情報もあり、とにかく膨大な量の情報が寄せられた。しかし、2017年3月に島根県警察は矢野につながる、有力な情報をくれた3人に合計300万円の報奨金を支払うと発表したんだぜ。え、その3人って誰？どんな情報だったの？そこが謎なんだ。詳細は一切明らかにされていない。ふーん。その3人のプライバシーを守るためなのかしらね？そこら辺も含めて、謎なんだよな。ちなみに違和感はまだある。この違和感だけで4つ目よ。それだけ謎が多いんだよ。4つ目の違和感とは、矢野の交通事故の件さ。ああ、これには私も違和感があったわ。事件発生から2日後に交通事故死ってタイミング良すぎない？その通りさ、これで冤罪説が出てきたんだ。え、冤罪なの？真相はわからないが、例えば矢野が偶然に事故死したことを利用し、何か表に出せない内容を隠蔽しているのかもしれないぞ。だってさ、そもそも7年も経ってから、過去の犯罪を今一度洗い直すきっかけって何かあるか？マリサ、鋭い切り口ねえ、確かに。だろ？あとは複数犯説もある。え、複数犯。ってことは、犯人は矢野以外にもいるってこと？そうさ。だってこれだけの事件を、単独でやり遂げるにはかなりの体力が必要だぜ。確かにそうね。誘拐して、殺して、バラバラにして、なおかつ捨ててって、改めて表現すると残虐すぎるよな。で、単独犯ではなくて、複数犯説ってわけか。そうさ。しかし矢野が亡くなっているから真相はわからないんだ。とにかくこの事件、腑に落ちない点がたくさんあるだろ？だから、ネット上でたくさんの噂や推測が出回っているってことか。そうさ。でも、この事件がまた再捜査されることはあるの？いや、もう捜査は全て終わっているからな。再捜査はないだろうな。噂はあくまでも噂のままってわけか。7つ目、足立区女性教師殺人事件。この事件は、もともと1978年8月に、東京都内の小学校に勤めていた、女性教師、石川千佳子さんが失踪し、未解決事件になっていたんだ。1978年って思ったより昔の事件なのね。そうだぜ。それから、公訴時効成立後の2004年に、失踪当時、小学校の警備を担当していた男、和田信也は、女性教師を殺害したことを、実施したんだ。時効成立後に実施した場合って逮捕されるの？逮捕されることはないぜ。ただ、尊い命を奪った罪自体が消えるわけではないぜ。そうなんだ。きっと、事件当時から実施するまで、ビクビクしながら生活していたんでしょうね。確かに、いつ見つかるかわからない恐怖と戦いながら生活していたな。実際、石川さんの失踪後、和田信也の自宅が途端で囲われるようになり、有刺鉄線やサーチライトも設置されていたんだぜ。そこまでの徹底ぶりだったのね。和田信也は、なんで石川さんを殺害したの？理由として、普段から、弁当に睡眠薬を入れられたり、有毒ガスをまかれたり、と、嫌がらせを受けていた。
その日も、ぶつかったことで言い合いになり、石川さんが騒ぎ出したから殺したと言っているぜ。ただ、石川さんの弟が、言い合いになったことに対して否定しているんだ。なんて言っていたの？姉が人と争う姿を見たことがない、それくらい穏やかな性格だったと言っていたぜ。そうなのね。ところで、普段から嫌がらせを受けていたってどういうこと？どんな人物なの？和田信也は高校を卒業してから製缶会社や自衛隊など、職業を転々と変えていたんだ。給食調理師として働いていた妻の紹介により、1973年4月から小学校の警備員として働き始めたんだぜ。この話だけだと悪い人ではなさそうだけど、何があったの？和田信也は創価学会員だったんだけど、この学校の職員には、共産主義の人が多かったんだ。それで、主義主張の違いから、嫌がらせを受けていたと言っていたぜ。なるほどね。正直、この話に関しては和田信也が一方的に言っているだけだから、すべてが真実かはわからないんだけどな。これこそ、死人に口なしだよな。確かにそうね。どうやって失踪したことがわかったのかしら？おっと、そうだよな。じゃあ、今からこの事件の詳細を紹介するぜ。石川さんは事件の前日の8月14日までは、無断で学校を休むことはなく真面目に出勤していたんだ。ただ、休業日であった15日も、日直であった17日も、プール当番であった22日も、連絡もなしに登校していなかったんだぜ。普段真面目に出勤していた人が、そんなに連続で無断欠勤だなんておかしいわ。他の職員は、何か知らなかったの？14日までは出勤していたわけでしょ？霊夢、8月の小学校って何の時期かわかるか？あ、夏休み。そうだぜ。夏休み期間っていうのは基本、生徒はプール授業以外では登校していないし、学校にいるのは、教頭や数名の職員だけなんだぜ。だから、14日に何があったのかを知っている職員はいなかったんだ。そうだったのね。心配だったでしょうね。そうだぜ。この学校の校長も心配になり、石川さんのアパートに行ったがそこにはいなかったんだ。実家に連絡はしたの？北海道の実家にも連絡をしたんだが、家族は、帰ってくる予定もなく、今どこにいるのかもわからないという状況だったんだぜ。なるほどね。この状況に、ただならぬ事態だと直感した家族から、捜索願いが出されたんだ。だけど、ずっと見つからないから未解決事件だったのよね。そうだぜ。見つからないまま10年が経過した1987年の11月に、少しの進展と思われることが起こったんだ。何があったの？1987年1月に大韓航空機爆破事件という事件があったんだ。その実行犯のキムキョンヒガリウネという女性から、日本語教育を受けたことを言っていたんだぜ。あの事件のことね。そうだぜ。そのリウネに石川さんが似ているということが話に上がったんだ。その結果、北朝鮮による日本人拉致問題の被害者として、2003年に特定失踪者リストに石川さんの名前が掲載されたんだ。家族は藁にもすがる思いだったんでしょうね。きっとそうだったんだろうな。それで、そのリストに掲載されたことによって何か変わったの？いや、掲載されたことで何かが変わったわけではなかったんだ。じゃあ、また振り出しに戻ってしまったのね。そうでもないぜ。この失踪事件は、思ってもみない形で決着を迎えるんだぜ。どういうこと？事件発生から26年後の2004年8月21日に、事件当時石川さんの最後の目撃者であった和田信也が、警視庁綾瀬警察署に自首をしに来たんだ。26年も未解決だったのね。そうなんだぜ。自首をしに来た和田信也は、石川さんを殺害し自宅の地下に埋めたと言ってきたんだ。道理で見つけられないわけね。だけど、どうやって埋めたの？殺害をしてから、15日までは遺体を毛布でくるんだ上にロープで縛った状態で、自分の車のトランクに隠していたんだぜ。16日に遺体をビニールシートで再度包んで、奥さんの留守中に4時間かけて、スコップで約 1.4 メートル下まで穴を掘って埋めたんだ。じゃあ、それから発見されるまでの26年もの間和田信也も、その奥さんも遺体とずっと一緒に暮らしていたことになるのね。そうなるな。発見された時には、もう白骨化していたからな。悲しいわね。だけど、時効が成立したって分かっていたなら、なんで急に実施しようと思ったの？確かに、逮捕されないからって、そのまま隠しながら生活する犯人もいるかもな。理由としては和田信也の自宅のある地域で、区画整理が決定したからだと言われているぜ。それだけ？そうだぜ。区画整理中に遺体が見つかるのを恐れたからっていう理由なだけで、罪を償いたいとか、後悔の念に苛まれた、とかではないんだぜ。そんな、実際、判決が出た後にマスコミの取材に対して、謝る気は全くありませんからと話しているんだぜ。
尊い命を奪っておきながらそんなことが言えるなんて、ありえないわ。その判決ってどういうものなの？じゃあ、裁判の内容について簡潔に説明するぜ。まずこの事件に関しては、公訴時効が成立しているから、殺人罪として裁判を行うことは不可能だったんだぜ。そうだったわね。だから、逮捕されることもないってことだったわよね。そうだぜ。だから、石川さんの遺族は2005年4月に、民事公訴で戦うことを求めたんだ。うんうん。2006年9月に、東京地裁で和田信也が遺族3名に対して、慰謝料100万円と弁護士費用10万円の、計330万円を支払うよう命じられたんだ。その後は？2008年1月に東京高裁があったんだけど、それまでに色々な動きもあって、慰謝料4255万3206円の支払いを命じたぜ。東京高裁で終わりなの？そうだな。2009年4月に和田信也が不服を申し立てて、最高裁もあったけど判決内容は変わらなかったぜ。東京高裁での動きに関しては、この動画で説明するには長すぎるから、気になる人は足立区女性教師事件裁判で調べてみてくれ。調べてみようかな。その賠償金ってどうしたの？賠償金に関しては、石川さんの遺体を隠し続けていた自宅を売却したお金が当てられたんだぜ。自宅を売却して、今はどうしてるの？今は千葉県に自宅があって、そこで奥さんと一緒に暮らしているぜ。そうなんだ。それにしても、命を奪ったことに対してお金で済まされるなんてね。そうだよな。石川さんの父親は、石川さんの行方を知ることはできないまま、1982年に胃がんで亡くなっているんだぜ。母親も、裁判の流れや判決結果を知らないまま、2007年に亡くなっているんだぜ。大事な娘が行方不明になって、しかも見つからないまま。この世を去るなんて、どれだけ辛かったか想像もできないわ。八つ目、小倉美咲ちゃん行方不明事件。その事件が起こったのは、2019年9月21日のこと。場所は山梨県道志村のキャンプ場だった。行方不明になった子は当時小学1年生の、小倉美咲ちゃん、だ。早速当日の流れから説明するぜ。キャンプ中に行方不明なんて、一体何が起こったのかしら。まず12時15分、現地の椿荘オートキャンプ場に、母長女美咲ちゃんが到着した。家族でのキャンプだったのね。いや、正確には子育てサークルで知り合った、7家族27人、で、遊びに行ったらしい。27人。それはまた随分と大所帯なキャンプね。13時にグループで昼食をとり、小学生の12名はテントの近くにある森で遊んでいたらしい。そして15時35分頃、キャンプ場の、広場、というキャンプサイトで、子供たちはおやつを食べた。ここまでは、美咲ちゃんも一緒だったのよね。そうだな。だが、ここで美咲ちゃんの姉たちは、先におやつを食べ終えたんだ。そしてまだ食べ終わらない美咲ちゃんを置いて、遊びに行ってしまったんだぜ。子供にはよくあることよね。きっと早く遊びたくてたまらなかったのね。美咲ちゃんは遅くなったもののおやつを食べ終え、広場を出て、そこにあった T 字路を左に曲がったのを大人が目撃している。だが、それが美咲ちゃんを大人が見た最後だったんだ。子供たちは？先に行った子たちは、美咲ちゃんに会っていないの？そこははっきりしないんだぜ。だが子供たちが遊びに出てから10分ほど後に、父親たち二人が、子供たちが行った沢に向かい、子供たちに戻るように叫んでいる。そして16時頃に子供たちが、大人のところに戻ってきたんだが、その中に美咲ちゃんの姿はなかったんだ。こうして美咲ちゃんが行方不明になったことが判明したんだぜ。その時、父親たちは美咲ちゃんがいるかどうかを、確認してはいなかったの？それもはっきりしないが、小学生は少なくとも12人いたんだ。その中の一人が本当にいるかどうかを確認するのは難しかったと思うぜ。言われてみれば確かにそうね。16時頃に美咲ちゃんがいないことに気がついた父母は、周辺を探したが見つからなかった。この時、彼らは LINE で連絡を取りながら捜索活動をしたが、それでもどこにもいなかったんだ。その日の17時に親たちは警察に捜索依頼を出し、18時1分には警察が到着。そこから22時まで捜索したが、美咲ちゃんは見つからなかったんだぜ。本当によく探したの？ああ、後日自衛隊や警察犬も招集して、大規模な捜索が行われたが、美咲ちゃんが発見されることはなかったんだぜ。つまり、15時40分から16時までのたった20分で、美咲ちゃんは行方不明になってしまったというわけなのね。そういうことになるぜ。まさかそんな短時間でいなくなってしまうなんて、誰も夢にも思わなかったでしょうね。それで、自衛隊や警察犬も出動したって言ってたけど、実際捜索はどのくらいの規模だったの？まず9月21日から23日にわたり、警察と消防がキャンプ場から、
東西約 6km の範囲が捜索されたんだ。そして24日目には、ヘリコプターの他にドローンも飛ばして美咲ちゃんを探した。また村の要請を受け、山梨県警は自衛隊の派遣を要請した。なるほど、ここで自衛隊が出てくるわけね。ああ、25日に山梨県から災害派遣要請を受けた。自衛隊175人が捜索に加わったんだぜ。県警や消防を合わせて、約290人の捜索体制が敷かれた。さらに多くのボランティアも、美咲ちゃんを探すべく駆けつけたんだ。ボランティアの人まで来てくれたのね。そして27日、捜索7日目には、警察や自衛隊など約270名体制になった。捜索範囲は徐々に西の方角に移動し、一度探した場所も見落としがないように、くまなく捜索が行われたんだぜ。キャンプ場周辺などは特にしっかりと確認されたそうだ。そして28日に自衛隊が撤収したんだぜ。まだ美咲ちゃんが見つかっていないのに。一人の人命救助は、もちろん何より大切だが、自衛隊も他に行かなければいけない場所もあるんだろうな。仕方のないことなのかもしれないわね。結局、9月30日まで、つまり10日間にわたって、約1400人が捜索したが手がかりは見つけられず、山梨県警は美咲ちゃんの顔写真を公開した。事件に巻き込まれた可能性もあるとして、両親が公開を依頼したんだ。両親は美咲ちゃんを見つけるため、キャンプ場で取材に応じたり、情報提供を呼びかけたりもしたんだぜ。ご両親はさぞ心を痛めたでしょうね。そして捜索16日目になる10月6日、山梨県警は周辺にいる可能性は低いと判断し、捜査を打ち切ると発表したんだぜ。そんなに探したのに、結局見つからなかったのね。山梨県警は現地の指揮本部を解散して捜索を打ち切り、特異行方不明者として全国に情報提供を求め、事件に巻き込まれた可能性も含めて、捜査を続けることにしたんだ。捜索は打ち切ったけど、捜査は続けたということね。そういうことだぜ。これって結局、誘拐なのか、ただの事故かすらわからなかったってこと？ああ、そういうことになるんだぜ。誘拐なのか事故なのか、それとも何か別の予想外のことが起こったのか、それすらわからないという状況だったんだ。だが今年2022年4月、この事件に進展が見られたんだ。進展？ 3 年近くも経って。ああ、そうなんだ。今回この事件を紹介したのもそれが理由なんだぜ。それで、進展ってどういうことなのよ。実は2022年の4月23日、美咲ちゃんが行方不明となったキャンプ場から、600メートルほど離れた場所で、人の頭の骨と思われるものが発見されたんだ。頭の骨？26日から捜索が開始された結果、現場周辺からは瞬足と書かれた子供用の靴と、片方の靴下、ハイネックシャツや、肩甲骨をはじめとする、複数の部位の人骨が相次いで発見されたんだぜ。キャンプ場から600メートル？そこって確か、特に念入りに調べた場所じゃなかった？そうなんだが、事実としてそこで見つかったんだぜ。これにはまたいろいろ言いたいことがあるんだが、一度置いておくとして、目下の問題は、これが本当に美咲ちゃんなのかということだったんだ。ああ、確かに別人の可能性もあるものね。DNA 鑑定をしなきゃいけなかったってこと？そういうことだな。だが、23日に発見された白骨死体は劣化が激しく、通常の鑑定はできなかったんだ。そこで警察は特殊な鑑定である、ミトコンドリア DNA 鑑定を実施することにしたんだぜ。それで、その結果はどうだったのかしら？ミトコンドリア DNA 鑑定の結果では、その白骨死体と母親との血縁関係に、矛盾はないとされたんだぜ。だが、この時点では個人を特定できるだけの核 DNA が検出されず、ミトコンドリア鑑定は個人の特定が不可能なため、行方不明の女児とは断定できなかったんだぜ。じゃあ結局、その白骨死体が美咲ちゃんだったかはわからなかったってこと？いや、5月14日、同月4日に新しく発見された白骨を DNA 鑑定した結果、白骨死体は行方不明の美咲ちゃんの遺体だと特定されたんだ。亡くなっていたのね、どこかで生きていて欲しかったわ。それにしても、どうして最初の捜索の時に見つからなかったのかしら？キャンプ場の近くなんて、一番よく調べられてそうなのに。それについては未だ特定されていないんだぜ。警察は美咲ちゃんが移動したルート、死因を含め、事件と事故の両方でまだ捜査を継続しているんだ。そもそも誰が白骨を見つけたの？キャンプ場に来ていた人？いや、発見したのはボランティアの人だ。ボランティアの人？ 3 年が経ってもずっと探してくれていたの？そのようだ。発見した当初は、骨が欠損していたため、動物のものではないかと思ったようだが、ネットで人間の骨と見比べた結果、人間の骨の可能性が高いと判断し、山梨警察に情報提供したらしいぜ。
人の思いが、一人の女の子を冷たい土の中から、少しでも救い出したのね。本当に、ボランティアの人はすごいよな。それにしても、事故か事件かもわからないなんてなんだかモヤモヤするわね。どっちが可能性が高いとかはないわけ？確証がないからなんとも言えないが、仮説はいくつか立てられている。ほうほう、聞かせてちょうだい。ひとまず3つほど紹介するぜ。まず、これが事件と仮定した場合だが、誰かの手によって死体が遺棄された可能性が考えられる。とは言っても、遺棄するにしても、なぜわざわざ犯行現場であるキャンプ場に遺棄したのかなどの疑問は残るがな。もし事故死や病死であれば、すぐに遺体が見つかるはずだというわけだ。なるほどね。その場合だと、3年近くも死体が見つからなかった理由が説明できるというわけね。けれど確かに、なぜキャンプ場にわざわざ、とはなるわよね。まるで見つけてもらいたいみたい。そういうことになってしまうよな。だがそれでは、今度はなぜ3年も経ってからなのか？という疑問が出てくる。それに見つかった骨は一部だけだ。誰かが遺棄したのなら、全部の骨を持っていたはずだからな。一部だけ捨てるなんて奇妙じゃないか。だからこの仮説は可能性が低いと考えているぜ。可能性は捨てきれないけれど、不自然な点が多いといったところかしら。そうだな。次の仮説は、当時の警察や消防、ボランティアの完全な見逃し説だ。そんなことってある？だって入念に捜索したんでしょ。数日にもわたって念入りな捜索が行われたのは確かだ。捜索範囲も、二度同じ場所をチェックする方法を採用していたらしいが、人がやることなんだから、当然ミスが起こる可能性もある。こんな中心地なんだから、誰かチェックしただろう、と思って、誰もチェックしなかった可能性も否定はできないぜ。なるほど、そういう考え方もあるのね。思い込みって誰にでもあるし、美咲ちゃんを見つけてあげたいって、みんな思っていたでしょうから、焦りもあったわよね。人為的なミスがあっても仕方がないことかもしれないわ。それで、三つ目の仮説は何なの？今までの二つからして、事故の可能性よね？その通りだぜ、霊夢。三つ目の仮説は、骨が何らかの理由でキャンプ場に運ばれてきたというものだ。え？それは一つ目の仮説と一緒じゃないの？事故の場合の話でしょ？人為的にじゃなく、自然に運ばれた可能性があるんだぜ。自然にってどういうことよ？まあまずは、地面を転がっていったりした可能性だな。現場の山はひどく入り組んでいて、捜索も困難だったらしい。捜索も沢の方を中心に行われ、山の方まではあまり捜索されなかったんだぜ。山はあまり捜索されなかったってこと？美咲ちゃんは川に向かったという目撃情報があったからな。限られた人員を避けなかったのかもしれないな。そんな中で死体が白骨化し、キャンプ場まで風や滑落で転がっていってもおかしくないってことだ。捜索班以外からキャンプ場の方まで、骨が移動したってこと？そういうことになるな。もしくは捜索範囲内だが、とても見つけられない場所にあった骨が、移動したかのどちらかだろうな。もちろん、風や滑落以外にも、野生動物が運んだという可能性もあるんだ。なるほどね。それは確かに、自然に、運ばれたと言えるわね。まあ今後、その山で全ての骨が見つかったりすれば、また真相は変わってくるかもしれないがな。警察の人は、現場周辺で、さらに他の骨が発見されるかどうかが、真相解明のためには重要になる、と話している。それにしても、亡くなっていたなんて、両親は娘さんを探し続けていたのに、辛かったでしょうね。あれ？でも、お父さんの話はあまり出てこなかったわね。そもそもキャンプには来ていたの？美咲ちゃんのお父さんは仕事があって、キャンプには遅れて到着したんだ。事件当時、お母さんの方は必死に娘を探していたが、そんなお母さんを犯人じゃないかと疑う声もあったんだ。それってどういうことよ？まあそもそも殺人事件だとすると、このキャンプに来た人間全員が、容疑者になってしまうのは、仕方がないことなんだ。その中の大人で唯一の血縁者であるお母さんが疑われるのも、当然といえば当然だろ？確かに、私の気持ちとしては、娘を失ったお母さんを疑ってなんて、欲しくないけれど、警察も好きで疑ったわけじゃないからな。でも、まあでも、お母さんには、決定的なアリバイがあるから、犯人であることはありえないんだぜ。そうなの？ああ、お母さんは美咲ちゃんが行方不明になった時間キャンプ場に、いたんだ。だから、美咲ちゃんを殺害することは不可能なんだ。それはよかったわ。だが、そんなお母さんに根拠のない誹謗中傷をする人間もいて、実際に逮捕された奴までいるんだぜ。誹謗中傷で逮捕された人がいるの？ああ、静岡県熱海市の自称投資家の男が、お母さんの顔写真をブログに掲載し、育児疲れから美咲ちゃんを自宅で殺し、悪天候を利用し行方不明を企て、募金詐欺をした殺人事件、などと書き込んだんだぜ。
何よそれ、ひどすぎる言いがかりじゃない、証拠もないのに。炎上目的だったのかはわからないが、この男は名誉毀損の疑いで逮捕され、2020年11月4日に起訴されたんだぜ。その後の公判でも反省の姿勢を示すことはなく、検察側は、悪質で被害結果は重大、として、懲役1年6ヶ月を求刑したんだ。そして同じ年の12月17日に、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年の、判決を言い渡されたんだ。当然だわ。それにしても、反省の色さえ見えないなんて。その他にも、静岡県函南町の自称とび職の男がお母さんの Facebook の、アカウントに、お前が犯人だろ。殺すぞお前。殺しに行くぞ、などの、メッセージを送信し、脅迫した疑いで逮捕されているんだぜ。これもまたひどい話ね。お母さんの心労が計り知れないわ。2020年10月19日に千葉地裁は、根拠のない情報に接し、身勝手な、憤りから犯行に及んでおり、組むべき事情は何もなく、内容も陰湿。前科がなく、罪を認めていることなどを考慮すれば執行猶予が相当、として、懲役6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡したんだぜ。世の中にはそんな人たちもいるのね。本当に人間って怖いわ。その他にもお母さんに対する誹謗中傷はやまず、民事訴訟もいくつか、起こしているんだぜ。美咲ちゃんの死体が見つかったことで、それがさらにひどくならなければ、いいんだけれど。本当にな。お母さんは美咲ちゃんを探してビラを配ったりと、ずっと娘さんを探していたんだ。それがなくなっていたと今回わかったんだから、かなり辛いだろうぜ。9つ目、千葉県茂原市女子高生失踪事件。事件が起こったのは2013年7月、千葉県茂原市に住む、高校3年生の A 子さんが学校に行ったっきり行方不明になったんだ。学校には行っていたの？ああ、行っていたぜ。A 子さんがいなくなったのは学校からの帰宅途中なんだ。彼女の自宅もより駅の防犯カメラに姿が映っているのが確認されているぜ。ということは自宅の割と近くでいなくなったってことね。そうだな。そして A 子さんが帰ってこなかったため、翌日親は学校に休むという連絡を入れたんだ。娘が帰ってこないのに、あんまり焦っているようには思えないわね。もしかしたらちょっとした家出くらいに考えていたのかもしれないな。よくあることだったのかしら？しかしその日も結局 A 子さんは家には戻らなかった。さすがにこれはおかしいと感じた両親は警察に A 子さんの捜索願いを提出したんだ。何かの事件に巻き込まれているかもしれないものね。実際に茂原署の副署長も事件のことを振り返ってこう言っている。若い女性が夏の時期に姿を消したため、当初は拉致されたり性犯罪にあったことを想定しました。あの地域は特別治安が悪いわけではないが、泥棒やひったくり、また性犯罪もポツポツ発生している。お金も持っていませんでしたし、何らかの被害に遭っている可能性は十分考えられました。じゃあ A 子さんは誰かに誘拐されたかもしれないってこと？その可能性もあったが、身代金の要求など、犯人からの連絡が一切なかったことから事件性は薄いとされたんだ。なるほど、それじゃあやっぱり家出なのかしら？その後も A さんは家に帰らず、目撃情報も寄せられることがなかった。そこで A さんが失踪してから1ヶ月近く経った頃、警察の公開捜査が行われることになったんだ。1ヶ月も行方不明のままだったのね。そうだ。そこで31名体制で裏山の捜索が開始されたんだ。すごく大掛かりな捜索だったのね。しかしそれでも A 子さんは見つからず、警察も人数を増やして捜索を続けたんだ。それで A 子さんは見つかったの？いや、結局 A 子さんを見つけ出すことができず、捜索は3日で打ち切られたんだ。え、たったの3日間だけ？それがこの事件の不可解な点の一つなんだ。どうして警察はたった3日間だけという期間で捜索を打ち切ったのか。A 子さんの親からしたら納得できないでしょ。そうだろうな。しかし警察の聞き込みや公開捜査によっても A 子さんの居場所や足取りが一切わからなかったことから、ネットでは多くの推測が飛び交っていたんだ。推測？彼氏の家にいるのではないか？タイムスリップでは？神隠しにあったといった内容だ。確かにここまで手がかりなく消えてしまったのなら神隠しを疑ってしまうのも無理はないわね。そして A 子さん失踪から78日が経った日、事件は急展開を迎えることになる。何があったの？ A 子さんが発見されたんだ。よかった、見つかったのね。 A 子さんを見つけたのは茂原市に住む70歳の男性だ。 A 子さんはどこにいたの？ A 子さんがいたのは自宅近くの神社にある社の中にいたんだぜ。社の中？そんなところめちゃくちゃ狭いんじゃないの？そうだな。中は3畳ほどで人が住めるような広さではないだろう。
というか、社に入ることってできるの？普通は鍵とかかけてありそうだけど。そうだな。A 子さんがいた社も南京錠がかけられていたんだ。A 子さんは扉の下にある板を外して出入りしていたんだぜ。そんなところにいたら見つけられないわね。そうだろうな。まさか数ヶ月もの間、女子高生が社にいるなんて誰にも想像できないだろうな。この男性はよく A 子さんを見つけ出すことができたわね。男性は年に2回のお供え物の鏡餅を交換するために社に行った時に A 子さんを発見したんだ。じゃあたまたま発見できたってこと？そうだな。しかし男性が連れていた愛犬だけはずっと気づいていたようだぜ。そうなの？ A 子さんが発見される何日も前から、社に向かって吠えていたそうだ。きっと中に誰かがいることがわかっていたのね。それで A 子さんは無事だったの？かなり衰弱しているようだったが、ちゃんと生きていたぜ。それはよかったわ。発見時、A 子さんは失踪した時と同じ制服を着ていて、シャツやカバンは泥まみれだったそうだ。ということはずっと一人で隠れていたってことかしら？おそらくそうだろうな。そして A 子さんは声も出せないほど憔悴しきっていたのに加え、かなり痩せ細っていて手足の骨も浮かび上がるほどガリガリになっていたんだぜ。かわいそうね。体重も失踪当時の45キロから31キロにまで減っていたぐらいだからな。31キロほとんど何も食べていなかったの？ああ。社の中にはコンビニの袋やペットボトルなど何か飲食物を購入した痕跡は一切見られなかったんだ。じゃあ最初から何か食べ物を準備していたとか？それもないな。失踪した当時、A 子さんが持っていたのは所持金1500円とその日に学校で収穫したトマトだけだったんだ。じゃあそれを食べながら飢えをしのいでいたってことなの？最初のうちはそうだろうな。しかし彼女が失踪したのはちょうど夏真っ盛りの時だ。野菜なんてそんなに日が持たないだろう。確かに。それじゃあ80日近くも何を食べていたっていうの？どうやら社の裏にあるみかんを食べたり、近くの畑の野菜などを食べていたようだ。飲み水も近くの駐車場の水道水を飲んでいたんだぜ。ギリギリの生活をしていたのね。それで A 子さんはどうなったの？保護された A 子さんは自分の力で歩くことができたらしい。しかし医者からはあと1週間発見が遅かったら命はなかったと言われたそうだ。この発見者の男性は命の恩人ね。しかし無事に戻ってきた A 子さんだったが、精神状態はかなり良くなかったんだ。どういうこと？警察からの問いかけにほとんど答えることがなかったんだ。もしかして記憶喪失だったとか？いや、失踪中や失踪前の記憶もしっかり残っていたんだが、答えようとしなかったんだ。どうしてなの？さあな。それがこの事件の謎なんだ。それでも連れ去られたり、事件に巻き込まれたのか？という問いかけには首を横に振ったそうだけどな。じゃあやっぱり自分の意思でいなくなったってことなのね。そうみたいだな。一体どうしてこんなことをしたのかしら？それもわからないままなんだ。一説には進路に悩んだ末、家出をしたのではないかとも言われているぜ。確かに将来のことを決める大切な時期だからね。しかし、それ以外の理由も考えられているんだ。それ以外の理由？実は A 子さんの母親はある宗教を熱心に信仰してたんだ。そして再婚した父親もそこで出会った人物で、連れ子の兄弟もいたんだぜ。なるほど。宗教的なことが絡んだ家族の問題だったのね。その可能性は大いにあるな。その宗教に親が入信していたため、A さんも2世として扱われていたんだ。でもそこまで悩むことなの？あくまで聞いた話だが、その宗教では教祖が決めた相手と結婚しなければいけないという決まりがあるそうだ。なるほど。確かに思春期の女の子にとっては辛い話かもしれないわね。実際、親がその宗教を信仰しているため、男女で抱き合ってはいけない。好きなクラスメイトと手をつないではいけない。という決まりに悩んでいる子供もいるみたいだぜ。親が信仰しているからって子供にも影響があるのは少し考えものね。まあいろんな考え方があるからな。でも教えが嫌で家出をしても結局は家に連れ戻されてしまうことが多いようだぜ。難しい話ね。A 子さんはそれが原因で失踪したのかは確かではないんだけどな。中にはタイムリープをして世界を救ったのではないか、という人もいるんだぜ。まさに映画のようなお話ね。10個目、飛田純也事件。まずは逃亡事件が発生した2018年8月12日の時点に遡るとするぜ。場所は大阪府富田林市にある富田林署の面会室だったのよね。ああ、富田林署の管轄は富田林市内と、大市町、河南町、千早赤坂村といった南河内郡なんだが、犯人の H は、当時住居侵入や強制性交、窃盗といった罪で逮捕拘留されていたんだ。ということは、それらの事件の発生場所が、富田林署の管内だったということね。さらに、この逃亡犯 H は今回の逮捕が、初めてというわけではなく、この時もわずか4ヶ月前の2018年4月に、大阪刑務所を出所したばかりだったんだ。
たった4ヶ月前に出所？ということは、いわゆる累犯というわけね。ああ、それで事件当日は、今度の逮捕容疑について国選弁護士と、話し合うための面会をする日だったんだ。2018年8月12日の大阪は夏晴れの日で、最高気温は 35.7 度に達していたそうなんだ。そんなうだるような暑さも夜になり、ようやく気温30度を下回り始めた午後7時半から、署内の面会室で弁護士と打ち合わせを始めた。逃亡犯 H だったが、終了したのは、それから約2時間後の午後8時頃だったらしい。でも面会室から逃亡って変じゃない？当然ドアも窓も施錠されているんでしょ？ああ、さっきもちょっと触れたけど、警察署などから容疑者が逃走する事件は、過去にも起きているんだけど、その大半が取り調べ中や連行直後で、面会室から逃走したというケースは非常に少ないんだ。え、やっぱりそうなの？例えば2009年に茨城県警水戸署では、車上荒らし事件の容疑者の男が取り調べ中に、捜査員のお茶に隙を見て睡眠薬を放り込み、それを飲んで寝入った捜査員の横で、取り調べ室の窓の鉄格子をくぐり抜け、自分の腰縄を使って2階から、まんまと逃走したという事例があるんだ。ええ、そもそもなんで取り調べを受けてる男が、睡眠薬なんか持ってるの？これはいくつかの警察のミスが、重なっている典型的な例なんだが、一つ目に証拠品の点検の際に容疑者の、バッグ内に入っていた睡眠薬を見逃す。二つ目に、取り調べで自分のバッグを確認するように、容疑者に言った際に、直接バッグを触らせるというミスにより、容疑者が捜査員の目を盗んで、睡眠薬10錠余りを手に入れることになってしまったらしいぜ。言いたくないけど、ルールをきちんと守らずに、なあなあになっちゃってた結果って感じ？多分な。他にも2014年1月には横浜地検川崎支部で、集団強姦などの容疑で逮捕されて送検された容疑者が、検察事務官と警察官が立ち会う中、弁護士と接見していたところ、緩めていた腰紐をほどいて、逃走したという事件も起きているんだ。大阪の事件と同じく弁護士と会っていた時に逃げたけど、場所は警察署じゃなく地検の支部内なのね。ああ、川崎支部の場合、接見室がなかったために、こうしたイレギュラーな形になったらしいな。イレギュラー？ということは、通常は弁護士との接見には立ち会いのための警察官はいないの？刑事訴訟法39条1項に定められている、弁護人の接見交通権とは、被疑者被告人と弁護士の秘密が保持できる状態。つまり、立ち会い人としての警察官などが、いない状態での接見を意味しているからな。なるほどね。それじゃ逃亡犯 H が弁護士と面会した時も、その場に警察官は立ち会ってはいないのね。ああ、富田林署では面会の手順として、弁護士には接見前に面会室の臨室の受付で面会簿に記入させ、接見を終えた後は弁護士に終了したら、署員に声をかけるよう依頼していたそうなんだ。しかしこの日、逃走犯 H は弁護士に、自分で終了したと伝えるので署員に言わなくていい、と言ったため、弁護士はそのまま帰宅したらしいな。ん？逃走犯 H の口車に乗った形になったわけね。でも面会室のドアって他に防犯対策はされていないの？実は、2007年8月に栃木県警宇都宮中央署の面会室で、殺人容疑で再逮捕された男が弁護士と接見を、面会室で首を吊って自殺したという事件が起きたんだが、この時、宇都宮中央署は接見終了に気づかず、男を結果として1時間以上一人にしてしまっていたんだ。それで誰にも阻止されることなく自殺してしまったのね。その不祥事を受けて警察庁は、各都道府県警に対策を指示、大阪府警では同年に弁護士らが面会室の扉を開けると、留置場にいる署員に音と光で知らせるセンサーを全署に設置、さらに接見終了時は署員に声をかけるよう、弁護士に依頼するというルールも決めたんだ。え？それなら逃亡犯 H の時も、そのセンサーが知らせたんじゃないの？それが、富田林署では、弁護士と容疑者の双方に面会が終われば行ってください、とお願いしているので不要と判断し、センサーから乾電池を抜いて、使用不可としていたらしいんだぜ。はぁ？何その勝手なルール変更は？事件後に大阪府警が調べたところによると、不可の全65署でセンサーの電池を、抜いていたのは富田林署だけらしいんだけど、夜間に留置場にセンサーの音が響くと、すでに就寝した他の容疑者が目を覚ますのではないかと、考慮した結果らしいと府警幹部が見解を述べていたそうだ。理由がなんであれ、運用ルールを守らなかったせいで、逃亡犯 H がまんまと警察署から逃げられたのは事実だな。それについては疑いようがないわね。ところで本題に戻ると、弁護士が立ち去った後に、逃亡犯 H は具体的にどうやって逃げたの？まずは面会室の中央にある間仕切り用の、アクリル板を足で蹴って壊し、
弁護士の使用するスペースの方に移動。次に施錠させていなかった弁護士スペースのドアから、駐車場へと移動する途中に見つけた署員の、使用のスニーカーに履き替えて逃げたらしい。その間、富田林署員は誰も気づかなかったの？平日の午前9時から午後5時45分までは、隣室の受付に署員が常駐していたらしいんだが、事件の起きた2018年8月12日は日曜日で、さらに夜間帯だったため無人だったそうだ。結局、富田林署員が逃亡犯 H が逃げたことに、気づいたのは午後9時45分頃だったというから、弁護士が立ち去ってから約1時間45分後だったんだ。いやいやいや遅すぎるでしょ？そもそも面会開始が午後7時半だったよね。だよな。しかもその間、弁護士は警察署の正面玄関から、帰ったそうだし、いくら午後9時前後とはいえ、その時署内には13人も当直警官がいたそうだからな。後の逃亡犯 H の裁判で明らかになったことだが、富田林署の誘致管理係で、飛田被告が逃走したその日を担当していた警官は、勤務中に禁止されている使用の携帯電話を持ち込んで、プロ野球の試合結果やアダルトサイトを閲覧していたそうなんだ。え？その間ずっと動画をチェックしていたってこと？本人の供述によれば、禁止されていることは理解していたが、勤務は自分一人だし、留置場内の他の留置者もすでに消灯時間で就寝しているので、こっそりと持ち込んで使ってもバレないと考えたらしいんだ。それで、ふと我に返って面会室を覗いてみたら、逃亡犯 H がいなかったということね。ああ、部屋は空っぽで、間仕切りのアクリル板は壊れていたそうだし、一目瞭然だったんだろうな。供述調書によると、我に返って逃げられたと叫んだ。そうだが、まさに後の祭りだったということだ。しかもその後110番したらしいぜ。警察が、警察に被疑者に逃げられたって110番、もはやギャグでしょ。というか、ここまでの大事件を引き起こした、逃亡犯 H ってそもそもどんな男なの？逃亡犯 H は、1987年生まれで大阪府松原市の出身で、2018年の事件当時は30歳だったんだ。3人兄弟の真ん中で、小さい頃は、お調子者でやんちゃではあったものの、愛嬌もあったと近所の人は証言しているらしい。中学卒業後は大阪府藤井寺市内の、工業高校に進学したものの、バイクの改造に熱中し、挙句窃盗事件を起こして退学処分になったらしいぜ。退学になるほどの窃盗事件ということは、少年院に入ってたということかしら？その通り、両親や祖父は地元の名士で厳格な人だったらしいが、少年院を出た後も素行は一向に良くならず、しばしば警察の厄介になっていたらしいぜ。もっともそんな時は父親が、なんとか示談にならないか、と持ちかけていたこともあるらしいな。それでも一時期は、大型商業施設内にある、お好み焼き屋で働いていたこともあったようで、店のオーナーの知り合いだった芸能人夫婦と、一緒に撮った写真を自慢していたそうだぜ。へえ、でも今回の事件の前には刑務所に入ってたんだよね？ああ、厳しいながらも溺愛してくれていたという父親が、約10年ほど前に亡くなると、窃盗などの罪をより多く重ねるようになり、今回の事件の3年ほど前に、窃盗の罪で大阪刑務所に収監されていたんだが、刑務所内では6人収容の雑居房でも、率先して掃除して回るなど女才のなさを発揮していたそうだ。へえ、服役中の態度はどうだったのかしら？おとなしく、言葉遣いも丁寧で、刑務作業として取り組んでいた革細工でも、ミシン作業がうまかったらしい。休み時間には旅の本をよく借りて読んでいたらしく、今回の逃走劇にも役立ったのかもしれないな。さらに逃走犯 H は身長163センチと小柄だが、刑務所でも運動の時間には腕立て伏せや、スクワットに励み、署内の運動会のリレーでは、1位を取っていたそうだ。へえ、体力には自信があったというところかしら？刑務所仲間にはいざという時は警察から逃げるためや、と話していたらしいぜ。刑務所を2018年4月に出所した後は、仲間の家を転々とするような暮らしをしていたそうだが、5月には刑務所内で知り合いになっていた、堀氏の元を訪ねて、左のふくらはぎに、ウサギの絵の入れ墨を入れたそうだ。そういえば、今回の逃走劇のきっかけとなった、逮捕は何の容疑だったの？仲間内には家電の窃盗が得意と吹聴していた、逃走犯 H だが、4月の出所後は性的暴行やひったくり、窃盗を繰り返していたらしいぜ。関与が疑われた事件だけでも40件近くに及び、被害者は漏れなく10代から20代の若い女性ばかりだったそうだ。小柄な逃走犯 H でも容易に支配下に置ける、相手ばかりを狙うなんて、本当に愚劣な男だわ。さて、話を2018年8月12日午後8時過ぎに戻そうか。監視の隙をついて逃げ出した逃亡犯 H の姿は、
まず午後8時半頃に赤い自転車で北上する姿が、富田林署付近の防犯カメラで捉えられていたんだ。8時半というと、署内ではまだ逃走に気づかれていない頃ね。その後、直線距離で約12キロほど離れた、松原市内にある逃走犯 H の実家近くで、午前0時頃に黒のミニバイクが盗まれているんだが、これは H の仕業とみられ、このバイクで連続4件ほどのひったくり事件を、起こして軍資金を手に入れ、ついで隣接する、羽曳野市で自転車を手に入れると、中央環状線を西に向かって移動したそうだ。ちなみに大阪府警が逃走犯 H の逃亡を発表したのは、午前0時55分頃だったんだぜ。そんな、相手は若い女性ばかりを狙う暴行犯じゃないの。もっと早くに注意喚起できなかったの？だよな。いくら夏休み中とはいえ、部活動などで、登下校する女子学生もいるだろうし、普段より人気の少ない校内に潜む可能性だってあっただろうに。しかも当初大阪府警は南に逃げたとして、富田林署を含む大阪府南部にのみ緊急配備を敷いたらしく、松原市内でバイクが盗まれた後、大阪市浪速区内でひったくり事件が相次いだ頃には、そのあたりはノーマークで、北部エリアの警察署に知らせが入ったのは、翌朝だったらしいぜ。はぁ、ダメダメじゃん、そんなの。どうせ徒歩やし、すぐ捕まるやろと思ってたというからな。しかも松原市内でひったくった女性のカバンは、大阪市内に捨てられていたが、中に入っていたスマホは、別の場所に駐車されていた、トラックの荷台で発見されているんだ。警察が GPS で自分の居場所を突き止めようとすると、見越した逃走犯 H の作戦だったと見られているんだぜ。犯人の方が1枚も2枚も上手だなんて、めまいがするわ。さらに大阪府警が府民向けの防犯メール配信サービスで、逃亡犯 H が性的暴行などの容疑者であるということを、踏まえての注意喚起をしたのが、約9時間後の翌13日朝だったんだ。やることなすこと、ごてごてごて大阪府警が右往左往していた8月14日頃、逃走犯 H は兵庫県尼崎市内に住む知人の家に立ち寄って、メモを残していることが判明しているんだぜ。メモ？どんな内容なの？知人と連絡を取りたかったのか、知人の携帯電話番号を教えてほしい、ということと、敵には知らせないでほしいと書かれていたそうだ。敵ってそれ、警察のことよね？実はこの知人 A さんは、府警に当初から、立ち寄る可能性があるとしてマークされていたんだ。しかし、メモを逃亡犯 H が残していったことは、警察も当初掴んでおらず、8月下旬になって A さんから知らされて初めて知ったそうだ。この時、結局は A さんと連絡を取ることができなかった。逃走犯 H は、自転車でさらに西に向かったんだ。その頃、大阪府警の捜査はどうなっていたのかしら？連日3000人体制で、大阪市内の繁華街や実家など、少しでも逃走犯 H の土地勘のありそうなところを、しらみつぶしに当たっていたんだぜ。何せこの頃の大阪府警が最も恐れていた、シナリオの一つが、焼けになった逃走犯 H が性的暴行事件、あるいは人命に関わる事件を引き起こすことだったそうだからな。というのも逃走犯 H がこれまでに引き起こした、性的暴行事件では、被害者が抵抗できなくなるように、刃物を首元に突きつけることが多く、本人も刑務所仲間に、気に入った女を見つけると何時間でも追いかけたり、家の前で待ち続ける、女を刃物や言葉で脅して、相手が動けなくなってから、暴行するのが最高だ、とか語っていたらしいからな。何が最高だ、ひょっとこ顔の鬼畜の癖しやがって。おい霊夢、正気を保て、暴言吐くなよ。ああ、お聞き苦しい点がありましたことをお詫びいたします。で、逃走犯 H の足取りに戻ると、この頃は万引きをしたり、ひったくりで手にした金で購入したバーナーで、海岸で取ってきたカキやサザエを、焼いたりして食いつないでいたらしい。一方、大阪府警は8月16日、逃走犯 H の左ふくらはぎにある、ウサギの入れ墨のイメージ図を公開。ついで8月19日には、逃走犯 H が変装して、逃げているものと仮定して8パターンに変化させた、似顔絵と左耳にある数個の傷の情報を公開したんだ。なるほどね。それでより情報が集まることを期待したわけね。一方逃走犯 H は、23日頃には広島まで移動し、しまなみ海道で四国へ向かう姿が防犯カメラに捉えられていたんだ。しかし、大阪府警は逃走犯 H は、野宿できるタイプではなく、実家や知人宅などに、助けを求めるだろうと判断。変装の可能性を女装にまで広げて、繁華街を調べ回っていたらしい。ま、蓋を開けてみれば全てが無落だったわけね。さて四国に渡った逃走犯 H は翌8月24日、愛媛県庁の自転車新聞化推進課を訪問して、自転車で日本一周をしている。おすすめのルートはどこかと質問。職員から愛媛県内のサイクリングロードを記した、
地図をもらい、さらに日本一周用のプレートが欲しいと依頼、愛媛県のゆるキャラみけんが印刷された紙に、日本一周中と印字してもらった上で、それをラミネート加工してもらったそうだ。と厚かましいにも程があるな。翌25日には、香川県観音寺市内の道の駅で、それはあなたの自転車ですか?と自転車旅の男性に、声をかけて、数日間行動を共にしているんだ。以降を遍路を装ってお接待を受けたりしながら、香川県から高知県へ移動。8月30日には一人で行動していた時に高知県須崎市で、高知県警から職質も受けたらしい。職質を受けてバレなかったの?夜間テントを張っている時に声をかけられたらしく、遍路をしているというと、この辺りは暗いので気をつけてください、と言われただけだったそうだ。しかしこの同じ8月30日、大阪市内では、逃走犯 HO 大阪府警によって、大きな事故が起きてしまっているんだ。大きな事故?ざっくり言うと大阪市西区の路上で、府警のパトカーに追跡されていたバイクが、バス停の支柱に衝突、バイクを運転していた17歳の男子高校生が、頭などを強く打って死亡したんだ。府警の追跡から逃れようとしたということ？この時逃走犯 H と目鼻立ちの似た黒いバイクに乗った男を見た、という通報を受けた府警は、特徴がよく似たバイクを発見、停止を呼びかけたものの、U ターンして逃走したため追跡したということらしい。この高校生は後に無免許で乗っていたバイクは、盗難車だったことが判明、それを受けて府警は追跡行為は適正だったと考えている、とコメントを出したんだ。しかし、この事故を目撃したという府民からは、逃走犯 H さえ逃げてなかったら、死ぬほどのことはなかったんかもしれへん、と話していたらしいぜ。確かに、それは一理あるかもね。高知での職質も難なく切り抜けた逃走犯 H は、9月2日には大胆にも再び愛媛県庁を、訪れて感謝の意を示したそうだ。翌9月3日には、広島県三原市で観音寺市であった、自転車旅の男性と再び合流し、呉市、広島市と旅を続けた後、9月13日には山口県岩国市に移動したんだが、この間、呉市では大和ミュージアム、広島市では原爆ドーム、岩国では錦帯橋などを訪れているんだぜ。まるっきりツーリングを楽しんでる普通の旅行者じゃん。9月18日から26日の間は山口県周防大島に滞在し、仕事を辞めて日本一周している、と話すなど地元の人とも交流を持ち、道の駅サザン瀬戸東亜の支配人が Facebook に投稿するための、写真を撮影させてくれと言うと快諾し、わざわざサングラスを外し、カメラ目線で、ただいま自転車にて日本一周中という、ボードを持って写真に収まったそうだぜ。もうここまで来ると大胆というより、自分は捕まらないと確信していたのかと疑いたくもなる感じよ。9月28日には山口県上関町に移動し、ここで弁当を盗む姿が防犯カメラに捉えられているんだが、翌29日、山口県周南市に移動したところ、今度は道の駅ソレイネ周南で万引きしているところを、女性の私服警備員に見とがめられて、事務所に連れて行かれたところ抵抗する素振りを見せたため、山口県警に通報され、駆けつけた警察により、逃亡犯 H と確認されて逮捕されたんだ。ついに逮捕されたわけだけど、結局逃亡は何日間に及んだのかしら?逃走は49日間、おおよそ1000キロの大移動だったんだが、逮捕された時の逃走犯 H の持ち金は280円で、乗っていたのは脱走当日の8月12日に、大阪府羽曳野市で盗まれた白いスポーツタイプの自転車だったそうだ。その自転車に積まれていた荷物はテントや寝袋、煮炊き用のキャンプ用品など約100点にも上ったそうだ。100点もの荷物を、つまりそれってほぼ全部盗んだり、盗んだお金で買ったりしたものなのよね。ちなみに逃走犯 H が逮捕された時、一緒にいた自転車旅の男性は H のことを、よく喋る男で鬱陶しかった、と話していたんだが、実はこの男性の乗っていた自転車も、和歌山県内で放置されていたものを、盗んで乗っていたということだったそうだ。どういうオチよ、それ。さて大阪に戻った逃走犯 H の裁判員裁判は、2020年6月8日に大阪地裁堺支部で始まったんだが、H は合計21の事件で起訴され、堺支部ではそのうち18件について裁判官だけで審理し、すでに2020年5月に17件を有罪としたんだ。そして逃走前に犯したとされる強盗致傷罪などの、残り3件を裁判員裁判で審理することになったんだが、その過程で逃走犯 H はなんとも人を食ったような、証言を繰り返したらしいぜ。人を食ったような証言?富田林署からの逃走については、アクリル板は知らない人が入ってきて、気がついたら外れてた、と証言し、強制性交や窃盗については、
与田相馬の仕業と話していたそうだぜ。与田相馬、誰それ？逃走犯 H によると、窃盗や強制性交事件の直前に知り合い、自分に背格好が似ていたそうだが、ま、架空の人物だ。名前を後ろから呼んだら、ま、嘘だよになるんだからな。完全に舐められてるわね。結果、一審は懲役17年の判決を下したんだが、逃走犯 H は大阪高裁に控訴。しかし2021年7月5日、大阪高裁は一審大阪地裁堺支部判決を支持し、弁護側の控訴を棄却。その後最高裁に上告したものの、2022年3月29日、最高裁判所は上告を退ける決定をし、懲役17年の判決が確定したんだぜ。逃走犯 H によって心身ともに深い傷を負った、被害者の女性たちのことを思うと、ようやく正義がなされたと言うべきね。まったくだな。大阪府警が逃走犯 H の捜査に動員した捜査員は、延べ10万人とも言われ、かかった費用、つまり税金も莫大な額だ。さらにその間、不安に駆られた府民たちの心情も考えると、全くやりきれない気持ちになると言えるだろう。そういえば逃走犯 H がまだ逮捕される前に、大阪府警に私は H の元交際相手だが、H は今埼玉県内の自分のアパートの部屋にいるというメールを送り、軽犯罪法違反の疑いで書類送検された。埼玉県東松山市の男もいたわよね。ああ、H はもちろん、そんな愉快犯にまで。振り回された形になった大阪府警は逃走犯 H が逮捕された時、よほど嬉しかったんだろうな。逮捕当日の午後11時に逃走被疑者の検挙、と題して速報したそうなんだ。はぁ？ H が富田林署から逃げた時には発覚から、9時間が経過するまでメールで注意喚起も行わなかったくせに？だよな。違う、そうじゃない感が半端ないぜ。大阪府警のみならず全国の警察には、住民の安心と安全への責任をより真摯に感じてもらいたいわね。さて、というわけで今回は、警察署から1ヶ月半逃走した男について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。